れをツイートしよう。はい、猫、はい、舌ショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたですか？大森聖子です、よろしくお願いします。なんかね、ものすごいリクエストがあったんですけど、はい、ようやく。本当ですか？で、多分大森さんの話が一番出てますよ、この番組。え、嬉しいです初回からじゃないですか初回が川越さんだったんで。あー、なるほど。いかに大森さんのことが大好きなのに、大森さんは欅が好きでみたいな私の思いはみたいな最高な話を最高ですねそこから始まってる。居酒屋のコンサートも面白かったですけどね、うん、そうなんですか。はい、なんかあの、うん、アンダーいるじゃないですか、はいはいはい、アンダーが結構な、うん、あのストーリー性の感じの演出で出てくるんですよ、うん、なんかもうこんなに報われてないみたいな感じで、はいはい、うん、でもまあ東京ドームじゃんって思っちゃう、うん、報われてるよこれ十分思っちゃう感じとかちょっとやっぱ面白かったですね、うん、そのベビーメタ最初のさ、はいはい、は何人だったみたいなのもさ、うん、300人か500人とか、はいはい、こうバンドマンとかからするとやっぱり、うん、すげえよって、すげえみたいなこっから始まったみたいな、うん、そっから始まったの最初のワンマンもね6名間普通に埋まってるしみたいなそれをね、すごい、うん、クローストーリーみたいな感じであるから、はいはい、うん、坂道に興味ない郷さん、興味ないっていうか単純に知識がないっていう感じですね。うーん、なるほど。地下を追うだけで精一杯で全然そっちまでは情報多いですからね。はいはいはい、うん、カレー食べれたこの伏線がね、これ一から説明しないといけないですけどね。はい、大森さんがカレーのお菓子を山ほど買ってきてくれました、ありがとうございますたくさんのね、はい、なぜあの LINE でも書いてましたけど、これを一から説明しますか？ざっくりで、はい、ざっくりで、ですね、僕が、ミス ID というね、はい、オーディションの審査員を2人で結構な長期間やってまして、郷、ね、さんと私が主にずっといるんだよね、うん、そうです。で去年の夏の時ですかね、うんうんうん、僕があの去年一昨年ぐらいからかな、うんうん、いつも出るお弁当が肉魚なんで僕が食べるのなくて、うん、でリクエストを聞かれるようになって、郷、うん、さん何がいいですか、じゃあ無難にカレーでお願いしますって言って、去年カレー食べて、一昨年か、うんうんうん、で去年も何がいいですかって言われてカレーでお願いしますって言ってて、うんうん、でちょうどその日があの途中で遅れていくっていう流れで、僕はテレビの仕事だったんですけど、うんうん、ちょうど喉を痛めててポリープみたいにできてて、うんうん、テレビでも声荒れなくて、で体調不良でちょっと弱ってたんですよね、うん、でカレーあの2時半ぐらいに到着しますって言ってて、うんうん、でちょうど言った通りの時間ぐらいに、うん、あの自転車で向かってと着いたので、これまたこの辺の話も長いんですよ長いの？もともとそのテレビ出て、うん、はいはいはい、お弁当出るじゃないですか。あ、出ますね。お腹減ってたんだけど、はい、先に食べるとあれだから終わってから食べようと思ったら、はい、あの出演者が次々とお腹を抱えてトイレに行ってて、はい、どうやら弁当当たったっぽくてそういうことかまず第一弾のそこがあって、でまずそこのテレビの弁当は食べれなかった、はい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 、で移動中、いやあのお腹減ったから何か食べようかなと思ったけども、うん、まあ、2時半に行くって言ってたしリクエストもしたから行こうと思って、うんうん、ついて隣の薬局で薬だけ買って入ったら、うん、ちょうど2時半でみんなご飯食べてるとこでやったと思ったら、大森さんが、うん、あー、郷さんのカレー食べちゃった半分残ってるから半分食べますって言われて、全然僕いつものテンションだったらもうやめてくださいよ食べますよ半分みたいな一口食わしてくださいみたいにできんですけど、完全に弱っててゲソリしてた、そう、えってあのリアクションできない状態になっちゃって、はい、あってなってそうで、大森さんも全然ね、あの食べたらって言われて食べただけで、そうなんです、カレー食べたいなって、あの、うん、郷さんのだけど、うん、まあ多分お昼食べてくるだろうし、うん、今日遅れるって言ってたから、うん、いらないんじゃないかな、そうそう、食べたらって言われて食べたら、うんうん、あ、カレーってなってて明らかにいつもの僕よりも落ち込んだ顔をしてはぁってなってごめんって思って、うん、大森さんも途中からカレーの味が全然しなかったって書いてお互いに傷ついたんだよ、その時傷ついて、うん、ねしかもそれを、うん、でも多分郷さんちょっと根に持ってるから、うん、なんか書きましたよね、なんかあのコラムで書いたんです、あのやっぱり全て体力っていうか、元気があると何でもできるけど、元気がない時は全てがダメージになるみたいなでも、うん、もう何でも叩きたい人っているから、うん、なんかあいつはカレーた勝手に食べるようなやつなのかみたいな感じで叩かれたってそんな叩かれ方するのともう、うん、あの本当に、うん、余計なこといっぱい言っちゃうから、普通に生きてるだけのつもりなのに、知らない間に余計なこと言ってるから、うん、本当に気をつけて生きてるんですよ、うん、これでも、はいはい、うん、だからでも分かってます、分かってます、すごい、カレー食っただけこんなに人格が否定されるのマジかと思って正確に言うので、あのね、うん、そのなんちょっと豪華なカレーが
なんですよ ね, ねでそれがなくなったんで、うん、あのスタッフの人が急遽して、うん、あの石田さんのカレーこれから買ってきますからって言って、うん、買ってきたのがいわゆるあの何でしたっけね松屋のカレーでしかも気を利かせてあの大盛りで僕あんまり松屋のカレーあんま好きじゃなくてでもみんなもう食べ終わってあのもう全部なくなってるなんか僕一人そんなに好きじゃないカレーを食べてるからねあの小学校で給食を食べれなくて残されてる感みたいなのも出てああみたいな辛い辛い辛いそういう話だったんですよいろんな不幸が重なったっていうねちょっとさ溜まってたものがあったじゃないですか、うん、我々なんか、はいはい、いつもやっぱりいる審査員メンツ、はいはい、でそんなぶっちゃけなんかギャラ変わんないけど、はいはい、一番行ってる人じゃないですかそうなんですよどんだけ出てもお金は変わんないんだけどなるべく出たくて僕ら出ててそう、まあ、自分が出たくて出てるんだけど、うん、そうですそうですで、まあ、なんか審査員増えたのに、うん、そうなんか主なメンツは変わんなくて主なメンツ変わんなくてにあれ増えた人たち誰も来てないぞみたいなそうで来てる人数も変わんないけど、うんなんか弁当も変わらないんだったら弁当いいやつにならないかなみたいな、うん、はいはいぼやいたぼやいたちょっと思っちゃってたみたいな、うん、そうそう中でのですよね、うん、という流れで大森さんが今日カレーをいっぱい持ってこようと思ったらあの忘れてきちゃっ て, ってあのカレーのおやつになったおやつカレー煎とかをいっぱいねいただきます食べましょういただきますという流れでしたの、はい、という説明ですカレーにこんなにタイムを使ってしまって、はいはいはい、お前さんがでも珍しいタイプなんですよここに過去に来たことがある人でこの番組出るのあそうなんです、ね、ほぼないんでそうだってショールームのためにすごい改造されてますよね部屋をねということに分かってくれる人はお前さんだけなんで前はもっと狭かったっていうことでなんか、うん、こんなショールームにかけてないですけどね労力本全然出せなくなってますよねそうなんですね前にその BLT の取材でこの近くでインタビューして近所だからここで写真撮りますかって言って重さにテレビジョッキーのギターを弾いてもらってみたいな写真を撮ったんですけどね楽しかったですねあれを僕が LINE であげたらあの K1 の石井館長がいいねを押すっていう石井館長何か分かってて押してんのかなこれ本当ですね大森聖子いいねって押してて面白い、うんということがあったんですけど、そんな大森さんとの付き合いは、うん、いつぐらいからですかね。あれはピンクっていう CD を持っていた、うん、持って渡したの、あトマパイとネギっ子が出てるイベント、うんうんうん、どこでしたっけ西麻布とかかな、はい、で渡されそうになった時に持ってますってそう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 買いましたっていうそうですそうですそこで最初のシングルですね喫煙所に峰脇さんと郷さんがいらっしゃって、うん、私は松本亀木さんと一緒にねぎっこ、うん、見に行こう、うん、行ってて「あれ郷さんの挨拶した方がいいよ、うん、峰脇さんもいるよ」みたいな「うん、CD 持ってる」って言ったら「もう持ってます」って言われて、うん、買いましたすごーい、うん、噂通りだちゃんと買う人だってその時買ってるって本当にすごい、うん、早いっていううん、誰も知られてないと思って生きてたから、うん、だからでもその前の音源持ってないのは悔しさありますけどねその前の R ないわ俺っていうそうなんだ、うん、そこそうなんだ、うん、黒歴史のはちゃんと当然買ってますけどあそこから、うんはいはい、私も持ってないからなあそうなんですかそう自分で作って売ってたからやっぱり、うんそのぐらいからちょくちょくね仕事とかで関わるようになり、はいうんうん、僕も好きで普通に現場行ったりとかありがたいですね大森さんのファンクラブイベント多分相当行ってますもんねドフトプラスワンの、ね、はいちょうどあのなんか近場でイベントやってて仕事できるとこないかなって探すとそういう時に限ってロフトプラスワンで大森さんのファンクラブイベントやってて仕事してるんですねしれっとファンあのね控え室で僕が原稿書きながら見てあれツイート禁止のイベントなんで結構なことを言えるんですね、うん、そうなんですよツイート禁止棒っていうのを出してね、うんはい、だからツイート禁止の内容結構しれっと控え室で聞いてるんですよ、ね、お前さんがいるの知らないまま聞いてたりそうなんですよ、うん、知ってたらねやべ郷さんいるぞって思いながら喋るんですけど、うん、そうそんなような関係がね、うん、ずっと続いております、ね、ユッフィーとのイベント懐かしいありましたね懐かしい寺島ユッフさんと大森さんのイベント僕は司会っていうのがありましたねありましたねロフトプラスワンで、うん、しかもロフトプラスワン初めて出たかもしれないそれであれがはい結構あの、うん、もう結構ね、うん、あのサブカル
ちゃあの申し子なんでこうどう見えてるか分かんないんですけど、うんはいはい、あのロフトプラスワン出るの結構有名だったんですよ。普通にだって着てた側ですもんね。着てた側なんで結構確かモータイベントとかしてたじゃん。行ってます。あと、うん、あの、うん、安葉さんのイベントとかね。安葉は見に行ってた。ねちょっと感動して泣きました。すごい安葉さんがいかにすごいかっていうのを解説されるイベントで、うん、この人は本当は落語にこれだけ熱意を持ってやってきて、うん、歌手としてもすごくて、そうそうそう、だからそれが裏切られて豚野郎だったのにそこだけ言われてみたいな、うん、安田さん本当はこんな人なんだよっていうのを落語ファンの方が、うん、解説するっていうコメントで最後に安田さんが1曲歌ってみんな泣くっていう、うん、ブレイディチャイナなんでそう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 なる安田すごいいいイベント結構行ってるわけですよね。そうそうちょいちょい行ってましたね。僕も見てたんですかプラさん。いやもうゴーさん見たことなかったですね。その後ですよね多分ね。だから、はい、あのねタワレコのモーニングのイベント僕が出た時に大森さんが客席にいたから大森さんも出ますって言って、そうですね、大森さんも出ますって言ったことが何度かある気がしますね。いるなら出ますかみたいな。そうですね、いるなら出ますか役の歌丸の魂新特集みたいな。はいはいね、うん、あとさっきからコメントでずっと来てるのは一個拾ってきますけど、うん、あのペニバンの話が聞きたいってのが来てるんです。ペニバンの話聞きたいですか。すごいあの放送前から聞いたんで一応拾ってきますよね。僕が DM 開放してて、うんうん、で大森さんも DM を開放してて、うん、でいろんな人から来るんですけど、はい、大森さんのファンの人が僕に送ってくるパターンもすごいあるんですよね。そうですね、うん、あの私に送るのは気が重いから郷さんに送ろうっていう、うん、謎のパターンの方がいらっしゃる、うん、そうなんですよ、はい、大森さんの熱心なファンがすごい送ってきて、うん、その中の一人がね彼氏との具体的なセックス内容をずっと僕に送ってくる子がいてあのついに昨日は彼氏をペニバンで掘りましたってのが来てペニバンで掘るって文化あるんだなと思って。旦那さんですね。二十歳ぐらいの女の子がペニバンで掘るんだって大森さんちょうどそうだそれはお前さんって行った時に見たのかな。お前さん大変ですよみたいな。そうですね、なんかミサイリンで見せる、うん、ペニバンで掘ってるらしいですよって言ったらお前さんが全然動じないで、あよくありますよみたいな。よくあるのそれってあるよねペニバンって何ですか。ペニスバンドと言いましてですね、はい、なんて言うんですかね。だからまあ女性がね、うん、やっぱりペニスの欲しい女性がつけるバンドですよね、うん、女性同士でやる時とかにつけたりするやつなんですけど、ね、うん、それをつけて男の後ろを掘ったというあのなんだろうそういう文化あるんだっていう衝撃があったぐらいだったんですけど大森さん同時なさに驚いたんですよ。あるあるあるみたいな。あるあるじゃないですよ絶対それって。いやもうなんか、うん、もうねあの驚かなくて、あだから秋元さんとかこういう気持ちなんじゃないわかんないけど、うん、なんか驚かなくていくんだよね。なんか何が起きても増していく。そうだからなんか驚きをくれる子にグッときちゃうんじゃないですかね、うん、秋元さんわかんないけどね。はいはいはい、なんかだんだんね、うん、なんか慣れて怖いですよね、うん、うん、お前さんのところにもそれぐらいの赤裸々な報告がしょっちゅう届く、うん、そうですね、うん、なんかあの SM の趣味があって、うん、自分はド M なんだけど、うん、まあ、旦那さんがこう S じゃないから、うん、こう相談して、うん、そのなんか S の方を探していいよっていう風になって、うん、許可が出て、そう許可が出て、うん、でその探す履歴書みたいなのを書いてサイトにアップしたら、うん、こういっぱいこうなんか僕でどうですかみたいな、うん、その申請が来るみたいなサイトがあるらしいんですよ、うん、はいはい、うん、でそのなんか来た申請を一個一個送ってくれて、うん、どれがいいか一緒に選んでくださいとか、うん、この方が紳士なんじゃないですかとか相談には乗るんですね。乗りますね、そういうのありますね、うん、そういうのに慣れてる。そう慣れますね、うん、僕まだ慣れてないですね。まだ戸惑いますよ。結構あの、ね、普通に注意とかしてますよ、うん、こんなことをこれはやめた方がいいんじゃないですかとか、うん、そっか。それこそ僕がね元 NMV 木下桃花、うん、現桃花さんとトークイベントやってて、うん、やっぱ一回衝撃で、はい、イベントの中でも話したんですけど、うん、桃花さんがどんどん最近地方でこうやってトークイベントやってて、うん、追いかけきれないので、うん、あのパパ活をしてますとか遠行をやりますみたいな、うん、報告が来てどうしますこれってなって、あ、桃花さんの追っかけの方、ね、追っかけの資金が足りないので、はい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 、あの遠行はやめた方がいいと思いますみたいな、普通に注意を、あのそこまでの責任はこっちも背負いきれないので。なるほどね、うん、そっか。そうそう、なんか出会ったのは、うん、北海道のファンの子で、うん、まあ聖子ちゃんの追っかけするためだったら何してもいいからするけど、うん、そしたら北海道のファンの中で浮いちゃってちょっとはぶられちゃったみたいな、うん、そういうことしてる子って、うん、
っていう風になってじゃあやめた方がいいよって言ったらまた私にも拒絶されたみたいになっちゃうから基本やめた方がいいよは言わないようにしてる、うん、それも肯定してでも肯定、うん、だからまあ肯定まではできないですよ ね、 難しいですよねだからそう、うんそう、うん、いいよいいよにはできないけ ど、 できないけど攻めもしない攻めるのはやめるようにしてます、ねうん、難しいよね難しいうん難しいんだよ、うん、そうありました、うんうんうん、つい最近難しいこといっぱいあるよね、うん、どうこれ気軽に答えていいやつみたいなのすごいありますよそうそうそう大変なジャッジを求められてるうんうんうん、うんうん、あれ今結構な重要な DM が来たっぽい気もするなすいませんなんか、うん、そんな、うん、何のセンサーで今音も鳴ってないですけど何でわかるんですか、うん今重要な DM が内容まですごいですねおお来てたやったやったはいあの心配だったんで大丈夫ですかってあの東伊佐からの返事がよかったなんすかそれ心配しないでくださいという東伊佐からの返事がありましたあ最近大変そうですよねそうなんですよ大変そうだったで大変そうだった、うん、そう大変そうだったっすねああよかったという報告です東伊佐さん大丈夫でしたとりあえずはいそんな感じでそう生うどんの2人も出たしで小庄司さんだなんだとか、ね、いろんな人が大森さんの話をしてるわけですよあーそっかそっか、うん、見ましたまとめサイトでまとめサイトで見たまとめサイトでも基本いい話しか出てないですよちゃんとあ、 ありがたいですね、うんうん、そんないいやつじゃないですけどねみんながいいやつみたいに話してくれるから、うんはいはいはい、基本すごいダメなところからねわかりますでもそういう人がちゃんとしようと努力してる感じっていうかそうですねうんうん、まあ好きだからね、うん、女の子のことは、うん、はいはいあと自分が不器用だからこう不器用でうまくいってないけど才能がある人とかもう絶対に見捨てられないなっていうのがうん、うんそうね、器用に生きてるやつとかはもううーってなる逆になるんですよなりますなんか小綺麗にやりやがってなんかそのなんか器用にできないみたいな、うん、その子たちができなかった分を上手に拾ってそれで生活したりとかするじゃない、うん、はいはいくそーと思いますね、まあ、わかりますよ、うん、なんか大森さんがなんで道重さんがあんな好きなのかとかってそうですね重さんのあの不器用さですよね不器用ですよね、うん、そうあんな可愛いのにそうなんですよこだわりがね、うん、強いからやっぱそうなるんでしょうね、うん、そう可愛い感情の出し方から何からすごい不器用にいろいろやってた感じに全てグッときて今もたまにありますかね、うん、ファンクラブのバスツアーとか、うんうん、あるんですかちょっと、うん、ちょっと聞いてよみたいなシーンがあったりとかして、うん、ファンはこれ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 それを言ってくれてありがとうみたいなはい、はいはいね、だから大森さんが器用に見られすぎてる問題というのはずっと僕は最近思って、うん、言ってくださってますねそうそう大森さんも不器用な、うんそう、ね、うちの一人だよってそうそうそう大森さんに任せれば大体大丈夫だよみたいになっちゃってるけど違う違う違う大森さん自身が危ない一番ねみたいな危なかしい危なかしい手助け必要な人っていう、うん、そうなんでね、まあ、分かるようでしかないんで、うん、何でもできるから助けてあげるようじゃなくてそうそう、うん、分かる分かるみたいな、うん、共感ができる人っていうね気持ちが分かるっていうだけではありますからね、うんうん、そうもっとだからすごい万能だったらいいのにってすごい思いますね、うん、族とかやっててもやっぱ思いますね、うん、なんか、うんまあ、族があからさまに大変そうですからねまあ大変そうというか、うん、言ってもね共犯者でプロデューサーでってね、うん、どっちかだったらねプロデューサーだったらなんか、うん、あ面白い子たちだねみたいな感じで距離取れるけど、うんはいはい、もう距離取れない位置じゃないですか、うんうん、でもこう同じ立ち位置になると、うん、言ったらなんか全員が同じ意見なわけないから、うんある程度私が舵取っていかなきゃいけないじゃないですか、うん、それでその中私以外のパワーバランスみたいなのが意見、うん、ある意見において生まれたところでこう私が進めるよってなると、うん、共犯者って言ったやんみたいになっちゃうっていう共犯者だけどプロデューサーでもありましてっていうね難しいなみたいなまたね、うん、分かりやすくコントロールできなさそうな人集めましたからねそうですねまあしょうがないしょうがない、うん、好きだからしょうがない、うん比較的ねほとんどのメンバーと交流があるから、うんうんうんね、会うたびにゾック大丈夫ですかっていろんな人に聞いてますみんな大丈夫そうですか、まあ、いろいろ大変ですみたいなやる気はあるっていう感じですね、うん、大変だけど頑張るっていう
大変なことを始めたなと思ってでも面白いは面白いですからね、うんそうです、戦慄かなのも出てますからね。ここで多分 初めて2時間フルでああいう話をするという。いや2時間欲しいなって思いましたね。そうなんですよ、2時間の人だなって。そうなんですよ、これずっと言ってんですよ。2時間あると誤解が解けるっていう。そうそう、どうしてもテレビで10分ぐらいでやるとあのきつい部分だけが使われたりとか、もしくは無難な部分だけ使われたりとか、うん、なんかどっちつかずっていうか。あとすごいあの勉強はすごい少年の中でしてきた、うん、すごい頭の回転も早いんで、はいはい、すごいできて見えるけど、うん、よくよく考えてこう、うん、少年から出て何年だっていうのをまず考えてほしい。何年だってからの期間が、あの期間で相当構成もしたし相当ちゃんとしてんだけど、まだまだキャリア短いんですよ。そうなんですよ、世に、うん、世に出てきて、うん、世に出て出るっていうのもそのなんか表舞台にとかじゃなくても、うん、家にからその引きこもりの状態から家から出てって考えて、うん、でまだそんな 1,2 年とかじゃないですか。そうですでこれだからね、うん、みんなっていう気持ちになるよね、うん、ね、彼女前って強そうに見えるけど、そうそうそう、本当に危なっかしい。そうなの彼女も守んなきゃいけない側の人だっていうことを皆さん踏まえて強く見えるけどね。そう、うん、ね、あの時もだからね、前半30分で生い立ち、その次で不良、うん、その次でね、あの少年院、そして現在という、うん、4部でじっくり話聞いたから、ね、途中で怒る人いるんですよ、やっぱり。不良部分で、そうね、許せないみたいな、うん、こいつ反省ないのかみたいな、そのコメント流れるために、皆さんお世話ない、この後で必ず罰が当たりますっていう。大丈夫です、もうちょっと待ってください、痛い目に遭いますからって。いや、罰当たるよね、それね。そうっていう、言わなきゃ難しいんですよね。そうなんですよね、うん、だから難しいですね、テレビとかって。自分も出る側として思うのが本当に難しいですね、うん、だからね、あんまり選びたくないけど選ばないといけないんだろうしみたいな。おめさん出るたびへこんでますもんね、結構。そうですね、うん、結構慎重に出ますね、うん、まず、うん、あのまず顔で叩かれるんで、うん、そのなんか自分はなんか可愛くなりたいとかはぶっちゃけ本当はないんですけど、うん、あの顔ブスだから音楽聴かないっていうのを結構言われ続けてきた人間なんで、うん、それもなんかそれをゼロにしたいんですよ、うん、したら結構な可愛さレベルにならないとゼロってならないじゃないですか。なんか頑張んないといけないっていう。ちゃんと可愛い服着てちゃんといろいろ考えて、でそれ頑張って可愛くしようと思ったら、うん、そのなんか、うん、そっち側なんだって言って昔のファンが離れると、うんみたいな、あ、ダメなんだみたいな。難しいですね。難しいですよ。うん。ね、うん、アウトデラックス出た時へこんでたのすごい印象的で。アウトデラックスへこんでましたね。へこんでましたね。はい、うん。なんかあのマツコさんはカウンセラーじゃねみたいなこと言われて。かつて病んでる病気の人じゃねえかみたいな。別にそんな病普通だと思って。言ってたんだけどなみたいな、うん、難しいですね。難しいですね、うん、でそのね、その時に発言したこととか思ってたこととか思ってることが別に消える、うん、一生消えないじゃないですか、うん、もう人格なんで、はいはいはい、ね、うん、なんか変わってるわけじゃないですからね、出さないっていう見せ方が変わっただけで、うん、根っこは常にそれを引きずり続けそりゃそうだよですよね、うん、でもこういうようなね、2人が、うんうん、ね、本当にラストアイドルの審査員として普通に並んでね、不思議な、うん、不思議な感覚だなと思いながらやってましたけどね。やってましたね。うん、大森さんはでもまだいいんですよ、やっぱり歌手だから審査員説得力あるじゃないですか。そう、なんかなるべく歌手っぽいことを言おうとしました。あの、うん、僕とかがいたたまれないんですよ、結局。そうですよね、うん、振り付け師とか、うん、作曲家とかはやっぱりああいう場でのなんだろう、説得力がなんとなくあるんですよね。専門的なことを言えばいいから。そうなんですよ、うん、やっぱ僕とか牛蔵さんってないんですよやっぱどうしても牛蔵さんは、でも牛蔵さんもアイドル側の人間まあね、タレントとしてのっていうね。そう、タレント力が高いですからね。僕が何なんだって話なんですよ、やっぱりお前なんだっていう。面白かったですけどね、牛蔵さん。やっぱ結果的にはね、うん、結果的にとっても、うん、目立ってたし、うん、まあね、結果的に美味しい思いはしたのかもしれないですけど美味しいかどうか分かんないですね。美味しかったですか？よく分かんないです。なんかでも、うん、なんか一番心配してました。なんか、うん、だってね、昔そんななんか、うん、そのプロレスのさ、はいはい、雑誌やられてた時とかさ、うん、はいはい、その写真一枚の撮られ方とかでもさ、うん、こういうのは嫌だみたいな、うん、あったはずじゃないですか、うん、はいはいはい。それを結構、うん、凶悪な写真しか撮ってなかった時期がまだありますからね。結構捨てないと、うん、
基本ファイティングポーズとかでずっとやってた側で、それをね、うん、あのカレンダーまで行ったので、うん、復帰って大丈夫かなってお父さん大丈夫かな、その心配が魂捨てさせられてないかな大丈夫かなみたいな最近あれですよ、町山智博さんが、はい、あの吉田豪が秋元康でカレンダー作ったらしいですよって言ったら、あいつもとうとう秋元康に取り込まれたかみたいなことを探して取り込まれるも何も合ってないっていうそもそもずっと言ってますけどカレンダー見たんですけど、うん、そういうふうに思って見てたら、うんうん、めっちゃ内容ちゃんとしてましたね。ちゃんとしますよ、書き下ろしですもん。そう、書き下ろしちゃんと文章とかなんかためになる郷さんの言葉がいっぱい書いてあって、うんね、すごいいいカレンダーでしたね。よく誤解されるんですけど、秋元康監修の、うん、あの番組のスタッフが立てた企画なので、うん、正確に秋元康プロデュースではないんですよね。秋元さんは監修いいんじゃない、いいんじゃないの人ですねという流れですからね。そうですね、くれぐれも町山さん最高町山さんもひどいんですよ。前も確かインタビューの時かな、はいはい、秋元最悪だよって言っててあんなね、おにゃんこの高山由美子と結婚しやがってみたいなこと言った時に、まあその気持ちは僕も分かるし、僕も歌丸さんもそこ怒ってた側なんですけど、僕は某おにゃんこのメンバーから聞いたんですけど、はいはいはい、あれ、まみちゃんの方から言ったんだよってメンバーが言ってましたよって言ったら、町山さんそうなんだよねって普通にえ、町山さんそこ乗っかんのっていうそんな怒っといてってそういうとこ憎めないですね。憎めないですよ、ずるっていうそういう人好きだないいよね。ね。パンクだな、パンクだなって言ったね。何でもいい、何でもよくなっちゃいますけどね。あの大森さんは秋元さんとは接点もあるんですか？うん、接点。うん、さ、あの私が、うん、あのまあ、欅坂すごい好きで、はいはい、楽曲デビューの仕方とかすごいかっこよくて、うん、最初からすごい追っかけてて。言ってましたよね。はい。で多分自分のリリースイベント新宿のタワレコとかでよくやってるんですけど、うん、なんかリハーサルやるじゃないですか、はいはい、で弾き語りなんで、うん、結構あのそこの看板が出ても、うん、星野源って書いて、はいはいはい、星野源の曲で、うん、あ目に入ったものをとりあえずやるみたいなのをやって遊んでたんですよ、うん、そしたら結構見てくれるから、はいはい、で欅もあったから、うん、サイマジョをやって、はい、アップされてるの聞きました。はいはい、アップされたのを、うん、多分まとめられたのかなんかは秋元さんが見てくださって、うんうん、あ面白いねみたいな感じで言ってくださってるっていうのをして、うん、サイマジョをカバーさせてもらったっていう流れですね。なるほど、なるほど、うん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 、公式にそうですね、うん、なんか意味が変わる、私が歌ったら意味変わるかな、捉え方が、うん、別の捉え方もできる曲だよなこれ、うん、と思ってやっぱり、うんね、欅坂って形式上やっぱり秋元さんがプロデュースしてて欅坂っていうのがあって、うん、っていうこの構成の中でのストーリーの中での曲の見え方っていう風になっちゃってるのが、うん、もったいないなこの曲自体がっていうのが単純に、うんうん、あって、うん、自分だったらできるみたいなのが、うん、できるこうなんていうんですか楽曲の生かし方みたいなのがあるなと思ったから やったっていう感じですね。そうですね、モーニング娘。のカバーから何から大森さんが歌うことで全く別の意味になるのか、ね、そうそうそう別の意味になるあるあるですよねそうそうそうこんなヘビーな歌だったんだみたいな彼女になりたいとか面白かったこんな辛い歌なのにあの研修生が ね子供たちがね子供たち彼女になりたいって言ったっての、はいはいうん、すごいギターで彼女になりたいってなると情念たっぷりな意味が変わるっていうやばい彼女だぞってしてくれないんだな彼女にみたいな辛い話になる辛い話になるって、いいよねビバラポップの話してビバラポップね、うん、なんとかできるようにまだ頑張ってますよまだ、ね、今年はないって決まったわけではないまだないですよなるほど頑張ってます、はい、去年のビバラポップは僕がバックステージのショールーム担当として出させていただきまして、うん、どうでしたかしんどかったですよねすいません7時間換気に近い状態で配信し続けるっていうすごい過酷な本当申し訳ないプラス誰が来るかわからないあの欅坂と初絡みかと思ったら欅がなく他のもグループが誰来るか分かんないグループの中のグループの中の誰が来るかも分かんない、ね、確かにだから、うんうんうん、僕がだったら、うん、あ小庄司さんとか接点ある人いるからまあいけるかと思ったら小庄司さん来ないとかいろいろ、まあ、あのちゃんね全然接点ある人あのちゃん来ないとかあの来ないシリーズがすごい多くてこれはどうすればいいんだろうってあの交流のない人たちが次々現れて申し訳ない
ない、うん、やめましょう、それはもうやめましょうもうそういうことはやめましょう。面白かったんですけどねでもなんかゴンさんがそのぼやいてる、うん、あのさ武道館のやつとか、うん、アイドルの、はいはい、ツンデーズでしたからね。ぼやいてるイベントほどゴーさんは実は楽しかったっていう噂が楽しんでます追い込まれた中でどれぐらい発揮できるかみたいな戦いをしてる感じがあって、そうそう、あの、あるので視聴者さんの視聴者との一体感もすごいんですよやっぱりそういう時も見続けてる人たちとの仲間意識が生まれてくる。そうそうそう、いいですね、うん、あれ好きなんですよ最初はね、うん、それこそピエール中野さんとかが基本的にはいるんでみたいな、うんうん、父さん一人になることはほぼないんでって言われたんですけど、はい、かなり一人になる時間が長くてトイレも行けない、飯も食いに行けないぐらいの一人でこれどうつなげばいいんだろうみたいな、超申し訳ないです過酷な戦いをずっとしていました改善しましょうそこは話し相手は欲しいっていうそりゃそうだ、うんうん、でも僕よりもスタッフがかわいそうでしたね。僕はだからな、あのそれこそ吉川優さんとかがね、うん、差し入れ持ってきてくれたりとかしたんですけど、うんうんうん、スタッフはそこから動けてなかったっていう、ショールームスタッフが3人ぐらい7時間動けなかったっていう。じゃあまあね、カレー買ってきましょう。うん、そこもカレー買ってというね、まあ面白いイベントでしたよね、うん、イベントはね、あれ自体は、うん、ぜひ今年も頑張ります、はいね、続けられると、うん、確かにキッカが最高だった。キッカも、うん、あの時期からくすぶってったものがあったじゃないですか、はいはい、ちょっと爆発しましたよねあそこで、うん、あの日は本当にねキッカのトークが全て爆発して、うんね、いいとこが全部出てましたね。 その感謝でゲストに呼んだっていうあの時助けてくれて言わないでいいことばっかり言って最高だったんで、最高ですよね、ぜひゲストにっていう。本当に一生生きていけますよあの女は喋りで、うん、すごいですよ。もったいないですよね、あれをもうちょっとちゃんと評価されてほしいと思っていて。そうなんですよね、面白いですからね、うん、そうそうそう、うん、写真集の話最高だった、うん、拳のバンド編成をカレー事件きちんと総括してください、まあ、総括はあの完全に間に入った多分小林さんですよねカレー食べていいよみたいに言った人の問題ですじゃあ小林さんだね僕は言った通りの時間に到着してリクエストもしててなんでそこです問題は。みんなにね、うん、みんな気分よくすしたい人だからね小林さんは、うん、それでたまにおいおいってなるでなっちゃうね。イベントでも何でもそうなんですよね審査でもそうで、女の子たちの話をちゃんと聞いてあげたいと思って時間をたっぷり取る結果、イベントから何から指導をしまくって結果他の女の子たちが迷惑を被る前半は長時間喋りたいのに後半は全然時間がないみたいな、優しさのようでいて実は優しくない問題というのをずっと思っていて、だから僕はイベントのために鬼のようなタイムキーパー活動をして頑張ってるんですよ。ちょっと面白の女子に対して視野が狭いそうね。でも僕、いいとこですけどね、僕のタイムキーパー業はもっと本当褒めてほしいぐらいに頑張ってますよ頑張ってますよね。ミス ID の女の子からゴーさんに感謝を伝えたかったんですが言うたびに、あ、まあ、全然そうね、後でいいね、はい、その時間すらもったいないんだよもう、はい、終わりっつってなかなかあそこまで非常にできないレベルで非常に徹してますよ、うん、そう、ゴーさん本出しなよ何のカレーの結構本出してますよね、うん、もう肩書きをプロタイムキーパーにして、でもねそれも結構、うん、タイムキーパーとか通訳とか僕そういうの仕事にしたいぐらいですよ。あ、それはなんか書き足していいかもしれないです ね、もうタイムキーパー通訳、イベントの時間を通訳いいですね。そう、通訳結構好きなんですよ、あの言葉足りない人の通訳として一緒に出る仕事っていうのをやってきたくて、それこそザナイトで大森さんとゾックが出た時もう本当これ僕横にいたかったと思ったんですよあの日は、うん、もう、うん、あのまあいろいろメンバー1人、まあ、答えした直後でねちょっとやめるとか言い出して、はい、で戦慄かなのが泣いてもう目も出せない状態で日だったので、うん、本当にみんな大丈夫なんだねって言ったら、うん、任せてくださいさすがに番組は大丈夫です、うん、って言って出たのがあれで大丈夫って言ったじゃんカラオちゃん大丈夫って言ったじゃん大森さんの説明すら矢口さんになされてない感じとかえ、大森ちゃん曲なんか作んのみたいな状態だったからあ、説明してあげたいとか矢口さんのあのノリのおかげで矢口さんの楽曲提供までこぎつけたの、ね、いい話ですよね、いい話、そう
そして僕がゲストで出た時に矢口さんのあの歌最高でしたと、うん、最高だよね、絶賛するにつなげるという、うん、おもいさんの曲がすごい良かったですよっつっておもいさん曲作れるの、うん、じゃあ作ってよ軽っって作れますこんなに言えって簡単に叶うんだしかもタンポポみたいな曲っていう、そうそうそう、夢のような最高ですよ、ね、大好きと、うん、はい、みたいなね、ああいう通訳をすごいしたいんですよ、うん、そう、私もたまに思います、ごさん助けて助けたいっていろんな番組で助けて、はい、これを噛み砕きますとですねみたいなことをね毎回やりたいんですよ、うん、そう、ああいうのが仕事にならないかなと思いますけど、やっぱラジオとかね、あの知ってるアイドルのことが出るたびにハラハラして、うんうん、通訳が 僕がいたらみたいなことは思うことはすごい多くて、ね、ヒーローじゃんってやりますすごいやりたいんですよね、うん、ザ・ナイトで吉田豪来てくれってコメ増えたよこういうのも嬉しいんですよ、嬉しいですね、僕の活動として、うん、嬉しい、うん、ここに吉田豪がいればと言われるたびにこうガッツポーズを、なんかキャラとしてじゃなくて仕事として必要とされてると嬉しいですよね、うん、そうなんですよ、うん、司会としてとか通訳として必要とされる感じっていうのが、うん、嫌いだけど曲がいい、めっちゃ嬉しいですもん、そうそうそう、僕もそれですからね、うん、吉田豪嫌いだけど今日の司会やってほしかったとか、いや、あれは、ね、嬉しいっていう、嬉しい、一番嬉しい前村さんが教習所に来てほしいと、まあ、こういうやつですよ、前村千秋が自動車の教習所に通い始めたんだけど、うんうん、言ってることが一つもわからないっつって泣きながらこの前配信して、あのゴーさんとかワポさんでもマネージャーとか来てほしいって言ってて僕が教習所の通訳みたいな面白いね、うん、頑張ってもらわないと僕がまず車の知識何もないですからね、僕が免許ないんで、そうね、うん、1回ぐらい行ってみたい、面白そうだから、面白そうですねそう、誰って感じですけどね、困っちゃった、はい、お前横座ってんだって、ね、先生こうやって見てて、後ろにゴーさんがこうやってこれはこういうことだよみたいなそうそうそう、ね、こういうの仕事になんないかないろんなとこで喋れます ね、そう、あと僕が大森さんの話で好きな話していいですか、うんうんうん、僕がそうですよ、はい、お前さん、フライデーの連載が本当に気が狂ってたじゃないですか。気狂ってましたね。気狂ってましたよ。気狂ってました。うん。あんなコンビニ売りの週刊誌で何書いてんだってことを毎回書いてたんですよ。はい。昔。はい、書いてました。恐ろしい企画があって。で、僕それすごい無邪気に読んで面白がってて、お前さん最高でしたよみたいな、結構感想を送ったりしてたんですけど、はいはい、ある時何だったっけな、大森さんがと僕の、うんうん、大森さんが僕に枕営業をやったみたいなことを書いたことがあって、うんうん、ね、でね、その直後にお前さんのワンマンがあって、うん、あの終演後に話した時に本当に何もないから良かったですけど、はい、なんかね、あの時もなんか変にギクシャクしちゃいましたよみたいな、あのやり取りをしたんですよ DM で、はいはいはい、翌週あのその DM のやり取りをあの、うん、フライデーで晒すっていうはぁってあの噂立てられたんですよね、うん、なんか枕営業してんじゃないかっていう、そう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 、お前らやってんだろみたいなやってなくてもギクシャクしますねみたいな DM のやり取りがあの週刊誌に何の許可も取らないままに載ってたっていうフライデーっぽいかなと思ってフライデー感出してみよう、戦慄しましたよ立ち読みしてひーっていうひどいですね、うん、ひどい反省してますね、うん、恐ろしい人だと思いながら面白いですね私ね、面白いですよ、何を晒されてもいいという覚悟でやり取りをしようと、そう、ね、そこから腹をくくりねえ、でもそんな中ででも僕が自信とか自慢できるのが、うんうん、大森さんがね、ツイッターとかブログとか、まあ、大森さんのブログが読み応えある時期は大森さんのメンタルがやばいという僕の持論でありますね、そこで心配になってたまに大丈夫ですかって送ると、はい、一回よくわかりましたねみたいな感じで、はい、今本当にやばくてみたいな、でゴーさんが分かったのにうちの旦那が何も分かんないことに旦那に切れた結果あの旦那がへそを曲げてあのゴーさんの本を捨てると言い出したそう、ゴーさんの、まあ、旦那ゴーさん好きなんでゴーさんの本全部、まあ、全部買ってて、はい、それをあのムカついて捨てるって、なんでゴーさんが分かるのになんでお前が分からないんだみたいな、私の調子が悪いのとか、なんでおかしくないかみたいな怒ったらゴーさん捨ててて、うん、でそれをなんか、うん、ゴーさんに話したんですね、はいはい、後で、そしたらそれにもちょっとなんか、うん、いや違う、うん、
あれは捨てたけど、うん、ゴミ箱から取ってちゃんと残してる捨てようとしただけだってね。違う、聞きました聞きました捨てかけただけだ、捨てかけただけだ、嘘を言うなごめんというね、大井さんの SOS に気づいただけは自慢なんですよ旦那も気づかない SOS に気づいたっていう何その言い訳、ね、でも本当フライデーに書かれてたエピソード好きなのばっかでしたよ、フライデーね、よくあれ書いてたなみたいな。だから、うん、フライデーに連載もらえるような身分じゃなかったですよ、うん、はいはい、まだ書いてたねメジャーデビューもしてないし、うん、クアドロワンマンもしてなかった時期だから、うん、もう誰も知らないから、うん、もう、うん、なんかあの、うん、爪痕残そうじゃないですけどサービス精神がね、神何もない人間がここで書く以上腹を切らなきゃいけないというか、なんかそのぐらいの他の記事と面白い同じ、うん、もう芸能人のスキャンダルと、うん、同じぐらいの面白さを、うん、その自分の人生を身を切って、うん、書かなきゃいけないって思ってたんですよね、じゃあもうそうなっちゃったよね書かないでいいことばかりをそうずっともう本当になんかあの、うん、身の回りのなんかあの遠行してるバンドマンの悪口書いて、はい、全バンドマン を、うん、を敵に回すとか、うん、その界隈のはい、はい、無駄な波風の立て方をすごい、うん、すごい嫌われ方しました。わ、はい、僕が印象残ってるエピソードがあれですよ、うん、なんか自宅でなんか騒いで大家さんかなんか来た時に、うん、あのね、いわゆる軽血を顔に塗りたくってみたいなでしたっけそう、ね、あのやばい人のふりをしてみたいな、ま、家がなんかもう空気が悪いと思って、うん、もうこの窓この、うん、ワンルームだったんで、うん、狭いからかなと思って窓割ったんですよね、うん、ロックスターな感じですよね、部屋広げこうホテルをね破壊する系の自宅まあちょっと精神的に追い詰められてたんでしょうね、いろいろね、割ったら、うん、その日その割ったところを大家さんが見てたんですよね、うん、で見てその場で呼べばいいのに次の日に呼び上がったんですよ、うん、その大家さんが、はいはい、何やってんだと、そう、うん、その場で呼べばいいじゃんみたいな、うん、SOS だ緊急なんだったらと思って、うん、なんかそういうことしやがってと思って警察がどんどんどんって来て、うん、やべえと思って、うん、こういう時はあの、うん、被害者になったら、うん、警察は責められない、なるほど、現状は自分は加害者になってるけど、はい、うん、で私は、うん、あの被害者って分かりやすいのは、うん、マークは血だと思って整理整理中だったんで経血を顔に塗ってなんすかっつって開けて明らかにただごとじゃない空気が どうしたのみたいなそうちょっと今ちょっと無理ですね、すいませんで無理じゃないよみたいな大丈夫みたいな、ね、そんなことをあのコンビニの週刊誌に書いてたんですよ何やってんですかっていう無駄な体の張り方をしてました。まだ ね、うん、本とかで書くんだったら分かるんですよ、お金を、ね、自分のためにお金払ってくれた人にだけ心を、ね、割ってとか、ね、イベントでお金払ってくれた人に心割るとか、心開いて話すっていう腹割ってちょっとね、うん、あのコンビニで軽い気持ちで買ってる週刊誌にここまで払わないでもいいですよでもね、名前がなかったからね、うん、誰か分かんないやつの文章なんてね、そんな、うん、面白くないと、うん、っていう気持ちが、うん、まあね、みんな番長日記って書いて、番長日記って何ですか、あの清原の番長日記みたいな、そういうことか、はい、まあでもね、あの文章もそうだしね、うん、ライブでも本当に順調にちゃんと爪痕を残してここまで来た人じゃないですか、ね、ライブと文章でちゃんと爪痕を残して上がってきたことがあまり伝わってないですよね、そうなんですよね、ネットとかでは、ね、確実にいろんな場で、あ、今日も爪痕を残したみたいな瞬間を何度も見てきて、うん、それを積み重ねてきたはずなんですけどね、そうですよ、はい、それこそね、本当に三重さゆみさんが好きで、うん、なんとか絡みたいと思ってた人が、うん、ね、三重さんが卒業が決まって、うん、ね、間に合うように頑張ってメジャーデビューして頑張って共演して、ね、みたいな人が次のシングルでこうね、一緒に出すなんて、そうなんですよ、最高のドラマなわけじゃないですか、あ、ドラマ的に、あ、そう、うん、そうですね、そう、はあ、そう考えてなかったね考えてなかったですか、でも道江さんをの映像、うん、今現在の映像がこのように少なすぎるっていう気持ちが一番あって、うんうん、はいはい、うん、
私とコラボするとミュージックビデオ作れるじゃないですか、うん、なるほど、よし、うん、これは金勝ち込むぞここ、うん、エフェクス予算ここに勝ち込むぞ自分の予算を推しのために使うもう自分のギャラだけでなく予算をもう推しのために素晴らしいな、本当に正しい活動してますよ、うん、そう、うん、おたの鏡、あ、本当ですか、ね、ちょっとずつ、うん、ちょっとずつちょっとずつ仕事するようになってきた過程見てるから感慨深いんですよ。あ、私 QJ で初めてモーニングのインタビューしましたとか、はい、あのハロショーでイベントやりましたみたいな、ちょっとずつちょっとずつ近づいていってる感じ、一個ずつですよね。そうそうそう、でもやっぱりあの、うん、ハロープロのファンの方々は、うん、なんか最初やっぱなんだこいつって、まあ、なりましたよね、なるじゃないですか、うん、でもあの楽曲提供をさせていただき始めてから、うん、結構やっぱ曲ちゃんと書く子なんだっていう認識がで、ちょっとただのヤバいやつじゃないぞみたいなちょっとね、うん、あのだから楽曲本当に聴く人たちなんだなと思って感動するんで、結構変わりました、評価が。それで、はいはいはい、うん、無限クライマックスあたりから、はいはいはい、あ、すごいありがたいなって思いました、うん、やっぱそこで変わるのってあるじゃないですか、うん、ね、僕もそれこそね、うん、あのハローのコンピ版作って、はいはいはい、ね、あのさやしさんのね、さやしさんの曲を再レコーディングというか、うん、まあ、ちゃんとレコーディングして音源化したということで、舞台の曲 ね吉田剛は絶対に許せない人間だが、あの功績だけは認めるみたいな、ハロータがすごい増えて、うん、本当にこういうものでちゃんと認めてくれる人たちっていう、うん、うん、いいですよね、無限クライマックス名曲ありがたい、ね、そうそうそう、吉田剛生涯唯一の善行と言われてるじゃん唯一の善行結構いろいろしてますよ死ぬ時にこれだけは良かったから地獄は見逃してやろうの善行が鞘師さんの音源か、あのコンピの企画自体僕が言い出したやつですからねそうですね、今すごい続いてますもんね、うん、そうそうそうとかね、いろいろやってますよ、いろいろやってますね、あのね、うん、ハローのミュージカルの曲がちゃんと CD 化されるようになったのも僕きっかけですからね、ね、定期結構出ますもんね、もともとレコーディングもしなかったものがあれでさやしさんのきっかけでじゃあちゃんと撮ろうかになって出るようになるという、うん、そう、あのハローのさ、うん、あの劇っていうんですか、うん、演劇、はいはい、あれって結構それ用にボイトレをしてるじゃないですか、うん、はいはい、いつもとは違う声の出し方とか、うん、はいはい、だからあ、違う声が聞けたりとかするんですよね、うん、舞台で。だから本当に音源がそれに残るのは、うん、いいよね、うんうん、ありがとう、そしてありがとう気まぐれ絶望ありがとうって書いてますいやいやいや、うん、というね、あ、さやしさん、うん、でも大間さんニューシングル素晴らしかったですよ。あ、聞きました。あ、聞きましたもん。最高。え、ありがとうございます、うん、カップリングも全部いい。あ、うん、撮影ちゃん最高。平川幸恵とのあのでもね、あの予告編の時点でこれむちゃくちゃいい曲と思ってましたけど、はいはいはい、超いいですね。超いいでしょ。超いい。すごくいい。すごい空気ですよ、レコーディング。うん、あ、そう、だから向こうはね、何とも思ってないですよ、言ったら。うん、でも私だけが思ってるから、うん、いろいろ。このね、話も大好きなんですよ。あさっちゃんの話ですか。そう、この両者の関係、さっちゃんのセクシーカレー話とかも全部好きなんですけど、ね、レイリーみたいなね、気持ちなんですよ、うん、気持ち的にはあんな美しくないかもしれないけど、うん、私的には、うん、はいはい、そうそうそう、うん、2人だけの世界、うん、そうなんですよ、のつもりなんだけど、向こうは向こうはそこまで思ってことがもうさらに、うん、あの今回やったことで、うん、もうさらにそれを直面するっていうので、うん、ちょっと絶望してますむしろ声のバランスも本当いいし2人のもうだってもうだって私が一番、うん、よくもさっちゃんのセクシーカレーっていう曲にあるんですけども、はいはい、どんな彼氏がいても、うん、それでも結構ねやっていいのか分かんない、なんかもう一緒にいる人とか、うん、周りの友達とかによって、うん、こう服装とかこう方向性とかが結構揺れる子なんで、うん、そこがまたグラグラしててエロいっていうのもあるんだけど、うん、私だったらこうできるのになとかやっぱりちょっと、うん、彼氏面じゃないですけど、うん、思うのがいっぱい溜まってるから、うん、はいはい、見てろよと思って書いたんですよ、うん、今回の曲は、うん、めちゃくちゃ良かった、はい、歌詞も良かったです。メロディーもね、うん、ここの音域だからサチエヴァみたいな結局気持ち悪い気持ちでね、うん、おめさんのその気持ち悪さがいいんですよ本当にね、この曲が発表された時のコメントのさが最高でしたからね。おめさんが過剰な思いをブログでぶつけてる時の
ぶつけてるのに比べての平賀さんのさらっとしたがね。そう、あもっとね長かった、長いコメントを出して、うん、しかもなんか平賀さん、うん、すぎて、うん、そのなんか映画のことを、うん、結構なんかすっ飛ばして書いちゃってて、うん、でちょっと映画はもう、うん、映画化じゃなくて撮影だみたいな感じでコメント書いてたんですよ。3000字ぐらい書いて、はいはい、異常です。出したらそうなんか映画を大切に思ってないのはどうなんだっていう普通、うん、普通のツッコミを、はいはい、真っ当な、ね、真っ当なツッコミをされて、うん、このコメントはここを抜けていいですかって言われて、はいはい、でもこれこの3000字のコメントが私への撮影への作品だからこれを一部でも抜けたら私の作品ではなくなるから、はい、このコメントも出しませんって、めんどくさい、うん、めんどくさい、いやそれにも落ち込むんですよ、なんかまだこんなにめんどくさい人間なんだ自分みたいな、うん、めっちゃ大人になったはずが、そうまだこんなことやるんだみたいな、うん、しかも一緒に仕事してるんだから山田さんとかだ、ね、山田さんも好きなのにこんなことやっちゃうんだみたいな、うん、落ち込んで、うん、そうなんですよ、で誰も意味わかんないようなブログを書いたあれに僕はもうビンビン来るわけですよ、うわ最高ってそれを踏まえて聞くとこの曲本当にすげえ。そう昔ね、うん、そうなんか聖子ちゃん頑張ってないじゃんって言われたんですよね。はいはい、うん、あったらしいですね。そうちょうど平賀さんが、まあ、同じ時期に同じ世界でデビューして、うん、平賀さんが先に CD 出して、そうで可愛いし曲いいしで、うん、脚光浴びて、うん、みたいなタイミングだったわけですよね。そうなんですよ、うん、で同じ監督にドキュメンタリー映画を撮ってもらったんですよ、うん、でもうなんかどっちなんだよみたいになるじゃないですか、うん、お互いライバルだからやっぱり、はいはい、そしたらなんかそのドキュメンタリーを面白くしようとして、はいはい、仕掛けとしてね、煽る平賀さんを使って煽られたんですよね、はいはい、岩渕くんっていう人に、はいはい、でまあその平賀さんは自分の方が頑張ってる、うん、聖子ちゃんは頑張ってない、うん、なのになんでお前は聖子ちゃんを撮ってるんだって言ってたよみたいな、うんうん、私頑張ってないんだみたいな、うん、頑張んないとみたいなそこで大森さんが変わったわけですね。そこで完全に変わりましたね、うん、もうプチっていきましたね。なんかスイッチが入って、スイッチ入って、でそこのなんか界隈的には結構下北とか高円寺とかなんですけど、はいはい、こうなんかいいイベントだけこう選んで、うん、こう出演してみたいな、うん、自分のなんかなんて言うんですか、うん、なんか保つというか、はいはい、名前を、うん、そういうのがこう基本のやり方だったんで、うん、もうなんかもう全部誘われたら全部出ようみたいな方に、うん、みんながやってないことを全部やったっていうだけですね。でもあの時期の異常にライブの本数が増えて、うん、アイドルイベントとかガンガン出たりとかしてたのは、そうですね、そういう流れにあるわけですよね、はい、出ないべっていうイベントも全部出る、うんうん、なぜなら頑張ってないと言われたからっていう、はい、いやね、うん、いやでも、ね、やっぱりなんか可愛くない分頑張んないとっていうのは基本的には ありますね。なるほど、うん、さっちゃんの小動物的な可愛さがね、可愛いよね、ありますからね、本当に可愛い、うん、さっちゃんでも鬼もう最初に会った時ぐらいから、うん、それもめちゃめちゃグラグラしてるけど、うん、可愛い、でも、うん、鬼で、うん、あの天然の鬼で、うん、天然の鬼、天然の鬼なんですよなんかあの自分の、うん、こうライブで、うん、でもう一人なんかシンガーソングライターの女の子が見に来て、はい、で、うん、一緒に歌おうよみたいな感じでステージに上げて、うんうん、こうなんか歌ってたんですよね、はいはい、でこの曲一緒に歌おうよって言って、うん、知らない曲をその子に振るんですよ、でその子歌えないんですよ、でさっちゃん歌えるじゃないですか、うん、でその子滑るっていうもう鬼だこいつ最高だなと思って帰るっていう、今日もさっちゃん最高だったなもう大好きと思って帰る、ね、ちゃんとやばいやつなんですよね、さっちゃんのセクシーカレーという曲が本当に好きなんですよ、うん、このいいよね、いやいい曲なんですけど、大森さんの一方的な思いが詰まった平賀さんに聞いたんですか、シャッチャーのセクシーカレーの件とか。聞いてないです、聞いてないですか、聞いてないです、あの勝手に自分のことを歌にされたわけじゃないですか、ありえないっていう、ありえないよね、ありえないありえない私のライバルといえばさっちゃんって向こうは何とも思ってないのにそう、うん、なんでさっちゃんだから多分、ね、もっとなんか分かんないけど多分青葉いちこちゃんとか、うん、ね、そういうのがライバルっぽいというか、うん、はいはい、だろうなと勝手に思ってるだけですけど、うん、はいはい、全然なんか多分、うん、ね、眼中にないのに勝手にライバルされて、うん、ライバルしてさっちゃんへの熱い思いを全部歌にして曲にされてアニメのエンディングテーマで意味が分かんないと思うんですよ、でも私の中ではめっちゃ意味あって、なんかその中でやっぱジャンプ、うん、少年ジャンプの漫画だったし、うん、なんか
少年ジャンプということは自分のライバル、うん、友情、うん、努力、うん、あさっちゃんみたいなこれがまずね世間に伝わってないんですよ。なんかね、通訳が必要なんですよ。これこそ本当にすごいなんか自分の中で、ね、原作読んでないだろぐらいのこと言われて、読んだ上でだ、うん、読んだ上でライバルといえばみたいなそう、ね、滑りました最高の曲ですよ。料理がテーマでライバルだしっていうと、そうさっちゃんでカレーだっていう、もう、うん、自分の中ではもう、うん、ピコーンですよそれこそ全然伝わんなかったなんでこの曲なのみたいな感じになって、うん、そうだよね、うん、おめさんのそういう不器用なところが好きなんですよ言葉足らずないや もう気をつけるぞって思いますね。もうこういうことはしないように、うん、だから主題歌来ないんだぐらいに思って、うん、本当に反省、うん、そう、うん、あんないい曲だったのにいい曲と自分でも好きな曲、うん、めっちゃ、うん、次はゴーちゃんのセクシーカレー、ゴーちゃんのセクシーカレーかわいいカレーだからカレーだからできそうですね曲大和監督の話をみたいなさっきも来てましたね。大和監督の話、うん、大和監督に対してはすごいもうリスペクトしかないですよ、うん、そう竹中先生と大和監督どうかしてる話を結構してたあの人完全にどうかしてますよねって、あ竹中先生が言ってたんですか、うん、僕ら二人でどうかはしてますよ、どうかしてますよ、あのまあこれはあの、うん、別に大和さんと仕事をしてる人に聞いた話ですけど、うんうんうん、山下さんになんかの締め切りを煽って、うん、これですこれに入ってますって言って締め切りにもらった、うん、あの CDR の中空だったって言って、はいはい、なぜその、うん、そのフェイクの一手間はなぜかけたって面白いなと好きだなあの大江さんが好きだなになるねポイントがよく分かんないです一番好きなエピソード私の山本さんの一番好きなエピソード話そこ、うん、一回だけ幸子じゃなくて幸恵って歌ってたことあるよね、セクシーカレー、あれさっちゃんがねあの、うん、フェスみたいなやつで、ね、温泉のフェスみたいな、はいはいはい、いた時ですね、うん、伝わるように、そう伝わるように、うん、どんな人？どんな人？すごいでも過剰に敬語を使われますよね、山本さんは、すごい、うん、丁寧な人ですよね。ね、柔らかい空気で、うん、ね、ふわふわした感じの人に一見見えるけども、うん、どうも違うぞ。どうも違いますね。でもいろんなことを突き通すためにあのやり方を学んだんだなって思いましたから。自分もそういうなんか手法みたいなのを早く見つけないとやばいですよ。まあ、もう。うん、もうやばいよね。ですか。いやなんかもう見つかってないんですか。見つかんないよね、うん。全然見つかってないよね。そうね、それはそれでセブちゃんセブちゃん。そう。本当ですか。できてる、うん、できてるかな。だいぶできてると思う。本当？うん、あよかった。よかった。できてるといいな。まあ心配ですけどね、本当ね。まあ今正直一番心配なのはゾックなんですよ。ゾックね。うん、なんとかしますよ。なんとかしますよ。なんとかしますよ。うん、みんなねやる気はあるんでね。うん、やる気あるの表現とかもみんな別々なんで、うん、やっぱ伝わらないのもありますけどね。質問がえぐいね。え、なになに？成田話して。あ、な。泣いた大地の話ですか？ね、なんでも話しますけど。なんでも話しますか？なんでも話しますよ、うん。面白かったですよ。あのどれ夏の魔物での山井さん、はいはい、ね。動画を上げて、あ最後のやつですね、最後に出演した夏の魔物のやつですよね、うん、はい、あれは、うん、今だから話すと、うん、あの、まあ、まず出演オファーがあって、はい、いいですよって言って知らない間に鳥になってたんですよ、うん、で鳥でいいですかが聞けなかったから、うん、でも鳥だったらまあ振られたって思うじゃないですか、うん、なんかやるってことだなみたいな、あなるほどね、しかもなんか前世、まあ、夏の魔物で一回まあね、あの大きなことをやっている人ですてる、うん、次の出演で鳥だったから、うん、はい、青森で、まあ、ちょっとねバズるようなことをやった人、うん、ファンとキスというね、そうなんですよ、はいはい、その後だったから、うん、これなんかやれってことだなと思って、うん、しかもなんか全いろんなステージがあって最後全ステージ共通大森聖子って書いてたから、うん、これなんかやんないとダメなやつだなと思ってて、うん、でもともと私の友達だったマイプニちゃんっていう子が、うん、はい、夏ママのメンバー
だったんですよね。で辞めちゃったんですね。で辞めちゃった時期だって、はい、でマイプニと一緒にまあとりあえず出ようかなみたいな、うん、マイプニがそこに出れないっていうのが結構、うんうん、まあやっぱ出たかったから本人はそのね、うん、だからでそれをそのなんか、うん、イベントさんにちょっと確認してたんですよ。で、はいはい、いいですよって言われてて、うん、で当日、うん、で成田くんが俺聞いてないって、うんうん、だってでもうん、このイベントは中止だ。え、魔物が中止に中止だ、僕の出番もなくなるような中止だ事件をずっとずっといろんなナタリーの大山さんとか確か、まあまあお願いしますよそこをなんとかっていうのがあったんですよ。で、うん、私もその日も延長の次の日だってでしたよね、はい、ちょうどまあね説明もう一回言うのもあれですけど、ね、音楽は魔法だ事件というのがありましてね。そう、はいはい、音楽は魔法だよってめっちゃ軽い感じで言って、うんはい、でその人たちがなんかうちのバンドのベースを借りて、うん、着用して使ってて、その子は、うん、あの借りるって言われてなかった、うん、でもその貸しちゃったのもうちのメンバーだったっていうのもあって、うん、でもそれはちょっとまあ私的には嫌だ、うん、許せないよねっていうのもネットで言っちゃったんですよね、はいはい、で、まあ、それが炎上ちょうど大炎上してた時期だって、はいはいうんっていうのもあって、私もまあ若干ピリピリしてたけど、うん、目の前のその惨状の方が、うん、やばいけどでも私はここは絶対に滑れないライブなわけじゃないですか、うん、次の日だからですね。そういうのもあるし、うん、前の夏のものもあるし、うん、私は今日考えてきてることがあって、うん、マイプリントこれやって、うん、その後にもう弾き語りでこれやって、うん、この全会場を練り歩いて帰るんやみたいな完璧な構成が、うん、これをやらないと帰れない、うんっていうのがあるから、もうやるしかないからお願いします、うん、お願いしますって言って、うん、できれば炎上してるからライブ映像も上げたいんですよ、うん、今の自分の、はいはいうん、からライブ映像もそのなんかマイプニのところは上げないんで上げさせてくださいって言って、うん、絶対なんか言われるなって分かってたんで、うん、あのいいんですよって確認をマジでいろんな人が何回も撮っていいよって言われたけど、うん、やっぱりそのことが許せなくなって後で成田君が、うんうん、で上げあのライブ映像を撮っていいって言ってないって言われて、それも炎上させられたっていう。なるほど勝手に上げたらしいぞみたいな感じになって、はい、そう、うん、ラム許可は取ってた、うん、っていうことがありましたね。なるほどね、うん、それっきり出ていないという去年の暮れには出ていない、ただ夏も出ていないっていうことですね。そうですね、オファー単純に被ってますよねイベントが、うん、オファーって、うん単純にもう謝罪あったんですね。あります、謝罪も何もなく普通に、うん、今回も出てください。おい、てめえ、やりやおいと思いながらも、まあいつもの成田くんだなと思って、うーんと思ったけど、かぶってるから、かぶってますっていう。夏の魔物絡みのイベント普通に出てましたもんね。そうですね。それこそ、うん、なんだっけ、何の時でしたっけ、あの、かごちゃんと共演して警察沙汰になった時やったじゃないですか。警察いっぱい来た。はい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 、ありましたね。あれも夏の魔物のイベントでしたもんね。そうですね、魔物、うんとは目打ってないけど、うん、みたいな成田くん企画で、うん、そうですね、そう完全にかごちゃんを出しに、うん、召喚された感じ、ね、かごちゃん出るから出てくださいよそう、もう完全それですいいよ、うん、だって好きだもんちょっとね、オタとあの警備が揉めて、うん、警察呼ばれて、うん、警察が事情聴取してるその中を大森さんが歌いながら突っ切っていくっていうのがすごい良くてすごいね、面白いことやってるんですけど誰も見てないですよね。そうあのシーン数人ですよ、関係者は僕も含めて数人が見てるだけでその人たちを楽しませるって、そうそうそう警察の方と事情聴取の間突っ切ってたぞっつって、うん、すげえ面白い、面白かったですね、あの子そうそうそう思い出に残ることがいっぱいありますね、うん、いっぱい見てますよ、いいシーンいいシーンだったよね、あれも、うん、超良かった、うん、大内ライダーについては大内ライダーについてと何もないですよね、友達、もともとバックバンドというか一緒にバンドやっていて、はい、大森さんがアイドル好きだっていうきっかけを作った人でもあって、そうですね、結構私の、うんうん、私がオタクをやっていた時期は本当に、あ、なんか指原さんとかは普通に有名な女子のオタクでしたけど、うん、女子のオタクっていうのがもう結構少ない時期だって、うん、アイドル好きっていうののバカにされどもすごい時期だって、うんうん、その後にちょっとなんかサブカル人気がももクロとかが出たっていう時期があって、はいはい、うん、それこそなんかさっちゃんとか周りのなんかアイドル好きって言ってなかった子が、うん、アイドルいいよねみたいな感じで言い出して、はいはい、おアイドル現場で僕はサッチャーに会うようになった時期ですよね何言ってくれてんだこいつらみたいな気持ちに、私はずっと隠れてやってんのにっていう、勝手になっちゃってて、うん、なんか言っちゃいけないのかなみたいな風に勝手に、うん、もうね、自分の妄想ですけどね、そんな、はいはい、なってて、
なってたけど、ライダーがこう特撮好きで、うんうん、特撮のことを好きっていうと、うん、こうなんか、まあ、若くてバンドマンで特撮好きって珍しいから、うん、で本物のオタクじゃないですか、はいはい、珍しいからって言ってこういう文章書いてくださいとか、うん、仕事来るようになんか言った方がいいよって言われて、うん、おしゃれの仕事とか来たりとかもするっていうね。そう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 、うん、だから結構言うように、うん、ハロプロ好きですっていうのを相当言うようにしていったら本当に仕事になっていったっていうのが、うんうん、なぜかね、まず西口さんのね、社長の壺に入って、後のそう、ね、後のですけどね、本当に当時は社長でもなかったですけど、西口さんの壺に入って、ハロショーでイベントやってよとか、なんかそうなんですよね、寄付出るみたいな、いろんな話が西口さんきっかけで広まっていって、そうですね、うん、ありがたい、いい話ですよね、うんうん、西口さんがまず本当、おもしゃにハマってたんですよね、ね、うん、そう、すごいですね、だから西口さん、郷さん、うん、亀吉さん、小林さんぐらいですね、うん、その時期騒いでた人ハマってくれてたもうずっともう一生、うん、もうオンに切ると思って、ああそうなんですか、はい、ありがとうございます。 BSID も審査員やり続けるし、うん、そんな忙しくなってもやるしそう、うん、そうもう言われたことは、うん、やるぞって決めてますね、その、うん、ね、本当感慨深いですよ、西口さんの、僕がまだ本当何者でもない頃を知ってる数少ない人ですからね。そうですよね、うん、一緒にDJ をやっていた、そうですよね、まだ22、3の僕を知ってる西口さんだって別の会社だったワーナーの人ですね。そうですよね、うん、すごい、うん、リリーさんの関係で集められた DJ チームの一人っていう、それがまずアップフロント社長になると思ってなかったですよ、こっちもね。だからあの、うん、東京タワーに出てくるの俺だよみたいな、うん、そうそうそうあの時期に出入りしてた人ですからねそうそうそう、うん、でなんか東京タワーって多分めっちゃ中高の時に読んでたから、うん、中高の時にそういう本で読んだ、うん、だ人物って伝説の人物じゃないですか、うん、もうなんか、うん、あの伝説の人物がみたいな王権に会うのと同じ感じ、なるほどぐらいのレジェンド、はい、レジェンドが西口さんでも後で知ったからフルフルフルみたいな伝説のみたいな、はい、そんなわけで10時超えたんで質問募集します。はい、質問も拾い続けます。はい、魔物にビス研究員さんの車で行った話好きです。これもでもきっかけの一つですよね。そうですね、うんうんうん、時間もだからあれも結構私がクズで、うん、青森がどこか分かってなかったんで遠いですよ相当そう、あの12時間間違ってたんですね、うん、待ち合わせを、はいはい、しかもそのなんか相手がなんかネットでもう一人車乗れますみたいな、うん、なんかのオタクみたいな感じで見つけて、うん、でそれをなんか女の子と名前一緒だったね、自分のファンの、はいはい、で連れてってくださいよっつって、うん、あの一緒じゃなくてミミさんっていうファンの子がいたんですけど、うん、その人右さんだったんですよね、うん、で右さんに知らずに車一人空いてますよって言われて、うん、乗せてくださいって、うん、ちょ出るんですけど行けなくてって、うん、でいいですよって言われて、うん、でその待ち合わせの時間なんですけど、うん、大森さん来ませんって運営の方に電話が、うん、それこそ成田くんとかにあの右さんから電話があって、うん、でなんか起こされてライダーに、うん、ライダーに、うん、でなんかやべえやべえつってこう言って、うん、したら研究員の方々がいて、うん、リスのオタがね、リスのオタで、うん、で向こうも大森さんどんな人なんだろうって言って話してたら、うん、あ大森さんもオタク側の人間なんだっていうのをは、うん、こう道中で分かり、はい、12時間ぐらいのね、そうそうそう旅でそう仲良くなって、うん、普通にもう夜飲み会してからフェスを迎えるでオタとの距離も一気に縮まってというか何かが変わったわけですね。そうですね、うんうんうん、ね、ナーブで踊ったりとかいろんな方向に流れていく。ないとだって夏の魔物でオタクとキスはしてないですから、絶対、ね、うん、してないですね。そこで距離が一気に詰まって、そうですよね、うん、桜井健太について話せるんですか話せることはもういっぱいあるし話せないこともいっぱいあるそういう人ですからね、うん、そうそうそういう人ですよ、まあね、僕がロリコンだけど才能があるというキャッチフレーズをつけたの大森さんがやけに気に入ってそれを広めていただいた結果天才でしょ、天才ですよロリコンだけど才能あるってフレーズだけどって犯罪は犯さないですからね。そうですね、今のところね、はい、今ずっと言ってますもんね、うん、犯罪を犯したらあのライブがなくなりますみたいなね、ノン代表へ一言。ノンってあれですか。ノン代表っていうのがの違いますね。僕と久田さんがやっているネット番組 の、うん、あのやっている担当の人が、うん、大森さんのファンでバスツアーとかにも行ってるっていうやつですね。
あれですよね、幼稚園でやったイベントとかに、はいはい、子供を連れてきてください。ということですね。まあ別にいいです。はい。ノン代表。めっちゃ脳年齢なちゃんかと思います。うん、代表って名前ついたんだみたいな。今見ネムさんの卒業引退について一言お願いします。ネムキャン。うん、ネムキャンでもたまにプライベートで、あの、うん、別に会おうって言ったんじゃなくて、すれ違うみたいな感じで会って、うん、挨拶したりとか、うん、しますよ、結構。何気にここはちゃんと信頼関係あるからですね。あります、あります。うん、今度本屋やるんだよみたいな、うん、あ行くねみたいな、うん、来て来てみたいな、うん、本出したら置いてね、絶対置くねみたいな、そういう会話はしてますね。川越さんフォローしてますか？してますよ、うんね、うん、川越さんさすがですよね。あの吉田豪カレンダー買ってたっていうすごい本物ですよね。本物ですよね。なんかさ、あったらさ、うん、やっぱちゃんと軒坂じゃないですか。はいはいはい、クオリティがね、醸し出す空気がね、そうちゃんとだから、うん、嘘なんじゃないか、あの噂はみたいな、はいはい、話したらちゃんと本物じゃないですか、うん、話したらちゃんと気持ち悪い人本物や、うん、初回を川越さんにしたのがこの番組の正解だったんですよね。いや、いいですね、うん、切り開けた感じが、そうそうそう、ただあれっきりね、こう坂道とか48の人がどこに来たりこっちでとか、あ、そうなんですか、基本卒業した人ぐらいしか来てくれないというか、あ、どうもね、ダメなのかな、坂道と48の番組のはずなのに、うん、どうも僕との接点を作りたがらない人がいるみたいないるんです、全然来てくれないですよ、いるのかもしれないですね、なんでだろう、不思議だな、誰かが悪い人じゃないですよ、僕悪い人じゃないですよインタビューが上手なだけってちょっといろいろ引き出しちゃうだけちょっと引き出しちゃう警戒されてるみたいな、ね、何もない人からは引き出せないですからね、そうですよ、うん、今年一番注目してるアイドルは誰ですか？こういうの答えづらいですよね。そうですね、うん、嫉妬しちゃうよね、うん、ゾック、うん、ゾック誰誰なんだねみたいな、うん、ラストアイドルサードシーズン振り返りしてほしいです。サードシーズンどれだ、あのあれか、2期目か、うん、サードシーズンは山本ちゃん面白かったね面白かったですか？どのポイントが？え、なんか山本さんと、うん、名前誰だっけ、うん、テンテレにいた、はいはいはい、延明さんかな、延明さん、うん、あの二人の関係性がすごいずっとつぼってて、うん、延明さん多分、まあ、私が勝手に思ってるだけですけど、うん、なんかあんまりなんかもう結構、うん、やっぱ子役か分かんないですけど、うん、なんかそのテンテレとかやってきてるから、はいはい、そのなんか人に対してこの信頼、うんとか感度とか誰にでも心は開かないって なっていくじゃないですか、やっぱそういう芸能の仕事とかしてたら、はいはい、であのなんか素で素人の山本さんみたいな子が入ってきて、うん、山本さんにだけ異常につぼるっていう、延明さんが延明さんが山本さんが泣く時とか、うん、山本さんのなんかの表情にだけめっちゃ笑顔になるっていうのが、うん、その二人のコンビがめっちゃ好きで、はいはい、わかりますねいいなと思って見てた。僕も完全にやっぱりこうタレントズレしてない人が好きじゃないですか、やっぱり泣かれるとか、うん立ち方が明らかにタレントじゃないとか、ね、ああいうものが全部好きなんですよね、うんうん、猫背とか、あもうこのダメな感じみたいないいよね、プロ意識ないみたいな、なんかあのプロの人のさ、うん、擦れ方みたいなのの、はいはい、面白さみたいなのも、うん、またある延明ちゃんとかさ、ミ、はいはいはい、サイリーム人いましたよね、誰だろう、あのグランプリ取った子、イーガーと、はい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 、まあ、面白かったね、うん、中井梨花ちゃん推しの理由をぜひ。面白い人だって中井梨花。最高ですよね。完全に面白い人。超厄介じゃないですか。どう見ても面白い。超厄介っていうのでもなんかあの、うん、AKB 紅白の審査員し、うん、したんですよ。ああですよね。はい。うん、でその時になんか中井梨花ちゃんが青春時計かな、うん、歌ってて、うんはい、中井梨花ワールドにしてたんですよ。うん、なんか。道重さんが歌ったら道重さんのワールドになるみたいなのをなんか中井梨花ワールドでやってたんですよ、うん、こんな曲だっけみたいな、はいはい、でもいいなみたいなのをやってて、うん、あちょっと歌でも自分の世界に引き込めるんだと思って、うん、それはなんかすごいもう好感度が10倍増しでしたね、うん、完全にトークとかキャラだけじゃなくて、そう歌でもこれできるんだっていうのが、うんうん、この桜井来ましたっていうのはもしかして健太ですか？健ちゃん健ちゃんかな今までのラストアイドルを振り返ってください。うん、あでもラストアイドルのメンバー結構ショールームされてるか、はいはい、結構来てるんじゃないですか。あの大森さんもね、大森さんと僕は結構ね、うん、大変な局面でジャッジすることが多かった気がしますね。多かったですね。あの最終回とかでどっちかかなみたいな、そう、うん、
お前さんがポロッと漏らしたゴーさんじゃないんだとか印象的ですよね。ゴーさんじゃないのかみたいな。そうそうそう、そうですね、僕もよかったって言ってるゴーさんか私だなっていうのが大体。ビバラポップのねるちゃんの話聞きたい。ねるちゃん可愛かったですよね、うん、ひったしもみんな可愛かったって言ってたよね、うん、ずっと可愛かった、うん、ね、うん、全員が欅見に行ってる感じっていうかね出演者も、うん、あのでも生歌言っていいやつ、めちゃくちゃちゃんと歌ってくれました私のやつはいはいはい、うん、だからすごい、うん、ね、あこんなにちゃんと歌ってくださるんだ、ねね、ねるちゃんの声を生かすようにみんな演奏するのがすごいなんか良かったなと思って、ね、生バンドだと、うん、中井理香呼んで、あの呼びたいし本人も出たいって言ってるんですけど、いろんな事情があるんです。ありそうですねいろんな事情があるんです呼びたいです、うんうん、ミオリンとモモカだけで。そうなんですよね。あミオリン、チカミオリンも最高ですけどね、うん、マリッカとかは、マリッカもね、うん、でもにしてもだから僕と唯一の坂道の接点だった、うんうん、マリッカも川川さんももうねメンバーじゃないじゃないですか、うん、本当に僕と接点ある人が次々と接点が、なんかこうやって接点がなくなっていくんですよ。 あっちの世界と、あっちの世界まあやっぱあっちの世界ですよね。そう言うて遠いんですよ。それはそう、いつかここに平手さん出てほしいと言ってるんですけどね。出てほしいですね、うん、全然5分で終わってもいいからっていう。いいよね、あの喋んないでもいいもん。そうなんですよ。理想はだから本当あの響きの映画みたいな感じで本棚倒して帰るみたいないっぱい多すぎるよそれでいいんですよ本勝手に入れ替え始めて並び順がこれはつまらない本とか言い出してそれやってくれればいいんですよ、もう十分面白いですね。ありがとうございます完全に面白いですね。そうそうそう、秋元側なのにね、完全に面白いからな。ひらさんずるいですよね。うん、うん、小正治さんをフジロックに出した話を聞かせてください。もうね、みんなすごいことみたいに後付けたけどね、うん、ノリだよね、ただの小正治明日暇、フジロック行こうチケットもあって、そうチケット持ってたんですよね、うん、でチケットくれたのが、まあね、うん、私のオタクだったりとかも、うん、こう共通のオタクだったりしたんで、小正治出たら喜ぶんじゃないみたいなそういうノリですね見に行ったら出ちゃったっていうそ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 う、うん、一緒に行こうよ、出ようよ、うん、みたいな、うん、確かでも桜井さんがマネージャーもその時だったんで、うん、桜井さんも電話で、うん、今からフジロックなんですけど小正治出してもいいですか、いいっしょみたいな感じの、うん、マネージャー確認もした記憶が、まあ、何の問題もないからあ、もう1枚いっちゃった。お前さんやっぱ人気ですね。え、本当ですか。こんな早々と1番ですよ。あ、そう、そうなんですか、うん、いつも2時間ギリで行くぐらいのペースなんですよ。相性じゃないですか。相性なんです。なんか相性ですよね多分ね久保さんと大森さん何かすんじゃないかなみんな書いてましたもんね、一回で足りるわけねえだろこれってそうですね2、3回、なんかもうしばらく呼ばれないかなってずっと思ってました、うん、でもずっとだから候補に入ってて大森さん呼びたいとか言って出してって送り自分からだから、うん、そうそうそう本人から来ましたよ出しましょうっていう流れで、うん、大森さんが GO の部屋に出てほしい人いますか。平手さんもそうだし、ね、あ道井さんも出てほしいですね。そうなんですよ、出てほしいんですよ。出てほしいですね、すごいやりたいんですけどなかなか難しいんですよ。ここにいる道井さんやばいです。こういう本とかも可愛く見えるんですね見えるかなうわー可愛いかも、可愛いなみたいななっちゃうかな、うん、なると思う。そう、すごいやりたいんですよ。道井さんもしばらくちゃんと話しなくて、久しぶりにビバラポップでちゃんと話、はいはいはい、ね、ある程度ちょっと挨拶程度ですけど話すぐらいで、うん、なかなかね、アップフロントがあまりショールームというのをね、あ、そうですね、ちょっと距離を置いてるので、そうかも、うん、そうなんですよ。あんまりないかも。いろいろ難しいんですよ。うん、大人の事情シリーズっていうのがあって、シリーズいっぱいありますよね。ワックに出てほしいとかも、ワックがショールームとは距離を置いててっていうのがあって、でも渡辺淳之介さんだけは出ていいっていうふうにこの前ちょっと説得して、淳淳会は一回やろうと思ってるんですよ。一番ワックじゃないですか。一番ワックなんですけど。まあね、渡辺さんだったらそんなね、あのタワーバトルみたいにはならないはずなんで。あ、そういうことね。そう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 。といういろんなことは考えてます。ビヨーンズについて。ビヨーンズの曲、あの、まあ、ビヨーンズっていうか雨の森ですけど、うん、ビヨーンズの中の書いたんですよ。うん、おう。どんなんなんですか。すごい
大森聖子って感じの曲、結構なんかハロプロだったらこういう感じかなみたいなのをいろいろやるじゃないですか、うん、でも新しいユニットでもういろんな音楽攻めていきたいんで、うん、大森聖子ガンガンの曲一回くださいっていうオファーです。大森さんがハローに寄せないっていうことですね。寄せてないです。だからめっちゃ大森聖子なのを出しましたそう、まあね、うん、確かにハロコンで僕も衝撃を受けましたからね、ヒョンズには。あ、まあね、すげー全部面白いですよね曲とんでもないっていう。だから他のなんかうちの曲とかを知ってるモーニングの福ちゃんとか、うん、生田りなちゃんとかに、うん、あ、めっちゃ大森さんでしたねみたいな感じで言われました、いいっすねみたいな、めっちゃ好きですよ、ね、はいはい、うん、ゾック、これからまた新たにメンバー増えたりしますか？今は予定ないですね。なんか増えるよ、見ようみたいなのは、うん、なんか噂で、うん、知らない情報が増えるらしいみたいな、うん、あ、増えるんだみたいなあ、私プロデューサーやみたいなありますけどね、いろんなね、噂も僕も聞いたりしましたけど、うん、はい、まあ、大変そうですよ千子ちゃん、ダンスするとき気をつけてることとかありますか？そういう質問読んでくれるんですね。かわいい質問。そういう拾うんですね、千子さん。ちゃんと拾いますよ、そういうのも。でもなんか、うん、やっぱゾックとしてライブやってて、うん、なんか私基本一人でいてもバンドメンバーなんで、はいはい、自分に目線が来ないっていう経験をしたことがない。あ、自分か、なんか言っても携帯見てるとか。はいはい、まあ、ちょっと興味ない感じとかはあるけど、うん、他の人に目線がいってるって経験あんましたことがないから、うん、なんかこんな感じなんだみたいな、寂しいみたいな。寂しいんですねもっとみんな見てほしいのに。みんなのことを見てほしいんだけど、うん、でも同時にやっぱりステージに立つ人間として負けたくもないしみたいな、そう、そういう気持ちになりたい。複雑ですね。あ、なる、あ、こういう気持ちになるんだみたいな、ちょっとびっくりしました。あのアイドルグループのメンバーの気持ちがやっぱやってみると分かるわけですね。そうそうそう、で、うん、その気持ちをオタクとして分かれたっていうオタ活としても嬉しいし、そう、なんか私に目がいってね、私に目線なくて他の子を押されてるメンバーってこういう気持ちなんだっていうの分かるっていうのも楽しいし、うん、いろいろですね大変ですねグループってあ、面白い、その、うん、あのそういう気持ちになれるのも楽しいみたいな。僕も何かグループやったら分かるのかな、それね、なんかありますよ、なんか、うん、あ、ピンクとりあえず持ってこっち赤振るとかだと、うん、あ、なるほどねみたいな、うん、君はそうなんだねみたいな、うん、でも絶対に私しか見ない人とか、うん、この人はそうだったんだねとか、うん、面白い僕もね、カレンダー出たりとか、うん、始球式やったりとかで、うん、ね、秋元康に翻弄される48の子の気持ちが分かるようになったとは公言してるんですけど知らないうちに何かが決まっていく感じっていうはい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 、僕が聞いてないんですけどっていう聞いてないんだというね。そっか、という手口でね、うん、48のことを距離を詰めるっていうのを何回かやりましたからね手口手口ね、あなたたちの気持ちは分かりますよっつって僕もよく分かります、秋元さん分かるよみたいなまた別のパターンでは、どうですかそのね、うん、秋元さんって厄介な人とか、厄介な人を押したりとか、うん、僕みたいなのにいじったりとか、メンバーとしてはどう思うんですか、なるほどね、みたいなことを聞くとか、ね、質問のパターンが増えますね。その瞬間スイッチが入っているかのが面白いっていう鍵が増えたって感じで、そうそうなんですよね、何でもやった方がいいんですよね、うん、何かのきっかけ作りにはなるんで、そうなんですよ、うんうん、そう、すごい思います、ね、カレンダー出したやつも絶対何かのきっかけにはなりますからね。そうなんですね、あ、うん、これがこうなるんだって思いますよね。そう岩部さん監督のワックのオーディションの映画見ましたか？見てない。桃地呼んでください。無理ですよ。無理ゲー。無理です。スタダアイドルもまた出してほしい。うん、説得しましたこの前。お。あの、どうですか？エビ中のね、メンバーと、うん、メンバーと校長に直で行ったんで、うん、もう一回ちゃんと交渉しますっていう。難しいんですね。やっぱね、一人で喋れる、安心して出せる人っていうのが前山さんぐらいしかいないみたいで、全然大丈夫ですからと直で。説得しました。大変なんですよ、僕結構直で説得してますよ、いろいろ。あやちゃんとかめいめい出てほしいな、ね、あやちゃんも当然候補ですけど、なかなか難しいですやっぱり、卒業まだ忙しいでしょうから ね、めいめいは大丈夫だろうけど、うん、そうなんですよ、どこまでがセーフなのかがいまいちわからない。めいめい、あ、あの、なんだろうな、ア
ップフロント内どこの事務所ならセーフなのかとか、吉川は良かったけど、うん、どのぐらいまで大丈夫なのか、あの恐る恐る試してる感じですね今ルールが独特ですからね。そうなんですよ。そう、うん、さん鈴木愛理ちゃん出てほしいまず僕がそんなに接点ないですからねビバラポッポで写真を頼んだだけの接点ですからね、うん愛理ちゃんのリズムで喋ってくれそうですけどね可愛さは出せるでしょうけどね、うん、ちいさんも出たね。だから OB はまだいいんですよ。かこちゃんも当然いつかここにもとは思ってますけどね。フィットしそうですね。じゅんじゅん来るんだ一回社長挟みましょう。福田香音ちゃんだからこの辺が難しいんですよ一番。マロね。そうなんですよ。だからマロは多分、うん、作家として結果を出してからっていうのがあるんじゃない、なんとなくですけどあるんじゃないですか ね、うん、ね、うん、デバラポップの時もね近くにはいるけども出れないっていう、はい、戸田誠ちゃんとか呼べないのかな。あ、マコリンいいじゃないですか。いいですよね、うん、深い話ができるね、うん、聞けないよ聞けないんですよ。そうですね元からってありますから今とかじゃないですかねアイナ熱愛アイドルとバンドマンについて、まあ、あの辺はもう勝手にご自由にって感じですよね、うんうん、小出祐介に出てほしいな。いいですね。ああいいですね、うん、すごい想像できる、うん、ラブコッチ青春シンフォニー敗退についてお願いします。青春シンフォニーいい曲だったね。超いい曲ですよ本当に。道井さんもいい曲って言ってました。あれ歌いたい。いい話ですよね超いい話ですよね。歌いたいって歌ってほしいスタジオで何度か泣きそうになりましたもん。いや、泣いた泣いた大森さん何度か泣いてましたよね。普通に泣いた。スタジオでいい曲なんだもん。あの鼻をすする音が聞こえるとまた大森さん泣いてると思う。いい曲だしょうがないよ、いい曲なんだもん、うん、泣いちゃう。何ですかね、あの歌の力って。何なんですかね。だからね、素直に歌う力じゃないですか。歌詞とか超シンプルじゃないですか。そうで、多分つんくさんが大病したのとかも関係あると思ってて、うんうん、多分生きるとは何かみたいなことをいろいろ考えた人が、うん、シンプルな言葉で、うん、私を見てみたいなことを歌うことによる力っていうかあのメンバーの気持ちとも完全にシンクロしてるじゃないですか。してますね。あれはずるいわっていう。つんくさんの道江さんの曲、うん、結構提供曲あるんですけど、うん、生きるって難しいみたいな歌詞の曲がやっぱ結構ありますね。はいはいはい、最後の曲とか、うん、いい曲だ。にっちゃんについて。にっちゃんにっちゃん面白いよね。どうですか最近の西井さんは。あの髪の毛の話あったじゃないですか。にっちゃんが髪の毛をファンにチェキ会とかであげちゃうみたいなはい、はい、でファンが、うん、なんか数日後財布からにっちゃんの髪の毛出てきて厳しいってツイートしてて、まあ、西井さんらしい話。にっちゃん髪の毛あげたのって言ったら、もうそうだよ喜んでたよって言われるっていう、うん、でその後あのライブ、ゾックのライブで、うん、なんかね、あの対バンで、はい、やっぱ最善管理みたいなのが多いんですよね、アイドルのイベントって。で、その別のアイドルのファンがまあ最善にいるみたいなのに、はいはい、私が出た時があって、うん、まあ、結婚したとかも言ってて、はい、で、その結構激しく踊るから、なんかね、うん、私ちゃんか誰かのね、エクステが外れたんですよね、うん、床に落ちてて、うん、そのエクステをそのなんか最善管理のファンのところに、うん、ウェーって投げたんですよ私がそしたら、うん、あの、まあ、そのファンはいらないから横のファンにあげてたんですけど、うん、そしたらにっちゃんに聖子ちゃんの方がいっぱい髪あげてたじゃん量の問題じゃないんだよにっちゃんに言われました。いや本当だねっつってゾックの話ってがすごい多いですね面白い、うん、いっぱいあるからね、うん、最近聞いてちょっと笑ったのがあれですよ、はいはい、あの前村千秋が歌舞伎町でハンカチ落としやってたら、うん、ピンチケに絡まれて、うん、あいしょゾックっしょって言われて繊細だからそこ繊細だろうからわからないけど一応ミスアイディッシャーゾックっしょって言われてもうミスアイディではあるけどって雑なピンチケに絡まれたあ、ね、ああ見えて絶対繊細ですからね。繊細繊細繊細です。ほんとやめてあげてほしいゾックのメンバーとの最近のエピソードください。最近のエピソードなんだろうな、うん、最近のエピソード、うん、そうですね、あのゾックと、うん、あのゾックのルールは1個だけあの、うん、あるんですよ私が。
あの楽屋で人の悪口言うなっていうルールを作って、うん、はいはい、いいでダメじゃないですか、うん、はいはい、それだけは守ってくれって言ったら分かったんですけど、漏れたりしますからね。そうそう、したら、うん、人の悪口以外の話って結構もう自分犠牲にして話すしかないじゃないですか。で自分の身の上話を俗化すると結構、うん、結構なアイドル、うん、まあ結構アイドルあるあるではない感じになるじゃないですか。まあそうですね、踏み込んでますよね、はい、それをくまりデパート同じ事務所のが怖がるっていう、うん、それはそうですよ、ゾック怖いよって一人ですね、話が明らかに行き過ぎてるわけですね。でも悪口は言ってないから、うん、そこ気をつけてるから、それもやめろって言ったら何も喋れなくなるからしょうがないしょうがないなと思って、うん、でカレンちゃんだけがこう、うん、なんかなるほど、それでも気を仲良くなりたいって気を使って写真撮りに行ってみたから、うん、はいはいはい、一番ちゃんとしてそうな人ですね。だからですね、うん、お前さんのライブの打ち上げでのエレンちゃんの話笑ったんですよ。あ、なんですか、なんか、うん、ソックの時だっけ、うん、行って、うん、戦慄かなのと初対面で、はい、まずちょっといろいろあって、エレンちゃんの心が折れて帰ろうとした時に、戦慄かなのに、うん、あーエレンちゃんだって言われて、うん、会うなりいきなり指を噛まれて、うん、何の説明もなく何の説明もなく、心が折れてる時に少年帰りの人間にいきなり指噛まれてエレンちゃんが泣きながら帰ったって怖い怖いごめんなエレンちゃん説明が必要なんですよって指噛む占いをやってましたみたいな前振りなんかいきなり今がーって言っちゃってちょっとやっぱテンションも上がってるしね。そうそうそう、あエレンちゃんだーって言っちゃって繊細な子だからこの子もってみんなやっぱ説明がないんですよそうですね、そうすごい説明した全部説明がしてるともうどうしようもないぐらいことがどんどん進んでいきますね、うん、そう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 、うん、ゾックにピンチケって存在するんですか。うーん、よくだよく分かってないやつだったんだそれは。多分ゾックのことも分かってない人じゃないですか。そうそうそう、ミスアギってゾックっしょぐらいのちょっとでも、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですけどね、うん、そんなミスアギってゾックみたいにそんなになれたんだみたいな、ブラジルさんはどう思ってますか。ショールーム読んでる、どう思ってるも何もね、ミスアギの時から絶賛してますよね。いいよね最高、うんうん、キャラクターも含めて全部いい、うんうん、怖がれるアイドル くまりちゃんかわいそうね、くまりはまだ小さいからやめてあげて。ゾック音源の予定は、まあ頑張ってます、うん、頑張ってますってすいません。やるとしたらカバーになんですか、それ用の新曲。うん、新曲ですよ新曲、うんうん、くまりちゃん怖がれですよ、桜井さんおこうん、カレンちゃんもせるねえ、だからね、うん、ゾックのね、うん、何ってあれがあるじゃないですか、あとカティがもともとねミス ID 受けた子で、はい、ね、大森聖子賞も取ってるけど、うん、いろいろ危なっかしい子で、カティが危なっかしくなるために僕大森さんに報告するって活動をずっとやってたんですよね、はい、お前さんカティに連絡してあげてくださいみたいな、カティやばそうですみたいな、うん、私にはしてこないですよねやっぱ、うん、そうそう、カティ一番なんか経緯がすごくてなんか分かんない、うん、お前さんに対する横すかし聞いたりなのか分かんないですけど、なんかすごい聖子、うん、ちゃんに敬語を 使わないやつは全ゴミみたいな、ちょっとそういう空気ありますよね。でそれがカティが一番すごいあるんですよ、うん、やっぱヤンキー文化に来てるから聖子ちゃん舐めるやつはもう全員許さんすごいねそこが親衛隊みたいなシステム、そうそう、その空気がすごいですね、うん、だから逆にこう気を使って遅れないみたいな、うんとかありましたね。カティがね一時期いろいろあって、うん、それこそ公園でね住んでた時期があったじゃないですか、はい、あれも心配してお前さん何とかしてあげてくださいみたいなとかやってたんだけど、うん、一回何度か見かねて、うん、僕使ってない家あるから、うん、ちょっとな肉体関係とか疑うの嫌だから、うん、公にしないっていう約束で使っていいよって言って、はい、2,3 回鍵貸して、うん、ここに住んでたことあるんですよねで、うん、内緒にしてるかと思ったらこの前インタビューで普通に話してたバラされたってあれバラっちゃってんなって思ってました拡散したら誤解されるからやめとこうと思ってリツイートしなかったから今言っちゃったいろんだよね、だから族とは僕もいろんなつながりがありましてというね、家のこととかも結構書いてましたね、うん、だから
フィンとカティが家がやばいと思って家を与えないとやばいメンバーだと思って二人に与えたら、まずあの共同生活をできる人間じゃなくないっていうので多分まあそこでやめちゃったんですね多分ね。ゾックの協調性は異常ですからね。ないですね。仲悪いとかじゃなくて協調性っていうものを学んだことがない。で西井さんは一回やっぱり一波乱あったからちょっと大人になってるんですよね。そうなんですよ。うん。大変ですよ、うん、でもあの話大好きなんですよ。あのカティと戦慄家なのが仲良くなったきっかけの話、うん、カティはすごいやっぱミサイル受けた代が違うから、うん、はいはい、全員やってやるみたいな感じで入ってきて、そうそう、ヤンキー同士すごいピリピリしてるらしいんですよね。ヤンキー同士っていうか全員に対して敵でさ、ニッチャンも知ってる、うん、知ってんなぐらいの感じで、うん、あ、知ってるニッチャンねみたいな感じ。お前らなんぼのもんじゃーって、でも完全にそういう感じですね、うんうん、が突然カティが戦慄家の、ね、足の匂い嗅がしてきて、戦慄家の、が足の匂い嗅がせるやつに悪いやつはいないと思ったってそこで意気投合って犬っていうねえなカティに確認してもやっぱね、臭いもの嗅がしたら仲間だからっつって何それっていう聖子ちゃんにはやめてとか言うゾックのディズニーランド話聞きたい。でもちょっとあのディズニー連れてったら2人くらいインフルになったんで反省しました、うん、おうこいつら遊びに行って夜成り上がってと思って、うん、ヤンキー文化が根についてる感はあるカティちゃん。ヤンキーじゃないですけどね本人は。散々言ってるんですよね、うちの兄がヤンキーで、うん、周りがヤンキーなだけで私はヤンキーではない。そうそう、それはそうですね。だからねこの前ものすごいね、うん、まあ言っていいと思いますけど、まあね、うん、ゴッドタンに出演っていうのがあってね、はいはいはい、僕も出演者で、うん、事前にものすごい言われましたね、大森さんから DM 来て、はい、とにかくカティが今ものすごいナーバスになってるので守ってあげてくださいって言われて守れる限り頑張りますって言って、人の悪口まで言ってテレビ出たくねえよとすげえ真っ当なこと言って、うん、そうそうそうそもそも私はヤンキーではないみたいな、ね、やん口の悪いヤンキーみたいなキャラで呼ばれてて、うん、そこでどうサポートをするかっていう頑張りましたよ僕も、ね、カティの、うん、いい話、カティの友達みたいなやつから手紙が来て、うん、私に、うん、でなんか昔からあの子はすごい才能がある子で、うん、でも、うん、なんか一緒に野球部ソフトボール部入ろうって言われたのに、うん、はい、カティだけ来なくて、うん、サボってて、うん、なんでこいつ来ねえんだと思ったら、うん、同じポジションの子がいて、その子が、うん、あの上がれなくなるから私は練習に行かないって言って来ないおうっていう、よくわかんないけどわかるけどわかんないみたいな、うん、カティの理論で来なくて私ばっかり言ってて、うん、で本当に貸したものは返ってこないし、うん、金は返さねえしめちゃくちゃなやつだけど才能あるし、うん、いいやつなんすよみたいな、あこれは私の知ってるカティだわ間違いなく友達だみたいな、うん、最近もうなんかあんなに有名になったのに遊ぼうって言ってくれて、うん、でもそれが深夜3時とかに来るんで、うん、無理って返しますみたいないい手紙だなみたいな、うん、これでもなんかあのそんな不器用な感じですから、うん、なんか受け入れられる場所もやっぱり少なかったと思うんですが、うん、なんかいつもインスタにはゾックのメンバーが載ってて幸せで居場所なんだなって思って本当にありがとうございますみたいな、うん、手紙が来て、うん、めっちゃいい話だなって思って、うんうん、ゴッドタンも最高のエピソードあったんですけど、うん、確実に放送で使えない話を普通にしていて出演者全員がアウトアウトアウトって言って行った後で僕が言い換え語を使ってあれでオンエアになるかどうかですね。あフォローでそうそうそう爆笑しましたけどね面白かったな、はい、そういう素晴らしいグループなわけですよねスリリングな本当になんかダメなとこがダメじゃなくなる、うん、いたら当たり前、うん、当たりダメなの当たり前だから、うん、なんか何とも思わなくなりますよ楽しいですよ臭いの嗅がせる世界ですからね、そうですね、嗅がせて信頼関係を作るようなそうそうそうそれはヤンキーなのかヤンキーではないの、ね、また別ですよね、うん、別の生き物ですよ野生集団、お姉さんに見えるにっちゃん、そうなんですよ ね、 そうだね、やっぱね一回ああいう経験しとくと人は成長します、うん
でも心配もなりますね。だから、うん、だからあの、うん、心を失ったということとイコールではないのかなみたいな、お大丈夫かな、なるほどと思う時もありますね。わ、うん、かります。いま、うん、だに生うどんは両方とも僕は心配しております。、うん、ね、コンビニの写真最高でしたね。カティのあれ、いい写真ですよね。名作でしょ。名作でしたよね。写真で一言やってほしいですもんね、あれで。カラオケにいたらヤンキーに煽られて頭きたんで、うん、あのコンビニ片っ端から探し歩いてヤンキーに煽り返したら仲良くなったっていう写真。写真アイドルの写真じゃねえよって。本当に悪そうなやつだと写真撮って。本当に悪そうじゃん。実際悪いでしょうね。そう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 。兄貴の知り合いだったらしいですね。兄ちゃんからも DM 来て、うんうん、カーティーがお世話になってます。へえ。ギリガテヤンキーのやつで、ね、よろしくお願いしますみたいな。ミス ID の時点で面白かったんですよね、カーティーはね。面白かったですね。そう、あのお兄ちゃんがヤンキーで話ぐらいしかしてないんだけど基本、うん、完全におもちゃのツボに入ってずっと私の笑い声入ってますね、今見たら、うん、そう、すごく良かったね。うん、カティちゃんは綺麗だ。メイクから何かがもうオリジナルすぎますからね。そうですよね、あれ、うん、あのサインペンで描いてますからね。最高ですよね。油性マジックで描くみたいな。最高なんですよね。僕でもね、金は返せよ。ロックでハロみたいなディーマが作ってほしい。確かにね、いいね、うん、インサイダー、うん、やっぱりヤンキー文脈の仲良し感が、うん、成人式の着物の件も最高だったな。最高だったよね。最高でしたよ。すげえ怒られてんの。反省してんの。煽られたって言って、本当うちダメだって。簡単に説明すると、うん、大森さんのね、成人式の衣装を借りて、うん、成人式行きましたって言ってタバコ吸ってる画像をあげたら、うん、人から借りたものでタバコの匂いとかつくのは良くないと思うみたいな注意をされて、うん、私本当にこういうとこ気が利かなくてダメだみたいな言ってくれてありがとうみたいなツイート、うん、大森さんもすぐフォローして、うん、すごい良かったな。ああ、いいよね、うん、ああいうの大好き。私はじいちゃん去年死んだんですけど、うん、じいちゃんが買ったやつだったんですよね、はい、そのうちお母さんとお母さんのお姉ちゃんのために買ったやつだって、はいはいはい、それを、うん、あの成人式行く意味とか見出せないから、やっぱり、あ、はい、とりあえずその僕はよく言うやつですね、成人式を行くか行かないか、楽しめるか楽しめないかで人間のなんかこうね、そうそうそう、生きる道が決まるってい う, そう、うん、で行く意味そんなねえと思ってて、はいはい、でもそのなんかそのおじいちゃんがもうずっとブツブツ言って、高いじゃないですか、あのその時代の着物って、はいはいはい、あの買わされたんだよみたいな、うん、ちょっとケチだったから、うん、でだからそれ着てあげて、うん、写真ぐらい撮らないとね、そう来たやつを、うん、そのカティにも貸してあげたんですよね、うん、金ね、うん、金ね。成人式出れるかなみたいな、うん、あ、じゃあ貸してあげるよっつって、うん、貸してあげて、不良社会で生きてる人にとっては成人式は重要だと思うんですよ。そうなんですよね、僕ら的な人種と違って、うん、うん、完璧ななりでいかないと、そう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 、そう、だから貸して、うん、じいちゃんもだから喜んでますよ、あんな、うんうん、5、6万いいねついてたから、うん、めっちゃ何十万人か見てる、報われますよね。そんな見られる振り袖ないですよ、だって、うん、当時の大森さんだったら、うん、見てくれないわけですよね、来たところで。誰も見ない、愛媛のさ、通りすがりのさ、なんかわけない。チャリで通りすがった人ぐらいでしょうね、うん、そのチャリで行ったんですけど、はいはいはい、報われましたよね。報われたよ、はいはい、おじいちゃんおめでとう。佐久間さんここに呼んでし、佐久間さんもありですよね。あ、いいですね、うん、ミス ID 話と、うん、ゴッドタンのアイドル話と、うん、あと青春国語話と中井陸話ですかね。あと秋元康話、多分ここは今話してるんですけど、あの、うん、佐久間さんなんかミス ID でも会えない系の面白い人がゴッドタンに女の子いるじゃないですか、うん、はいはい、あ、あの人とか好きなんですけど、どこで見つけたんですかって言ったら、うんうん、これはこういうのがありましてっていう話がすごい佐久間さん面白かったんで、うん、そういうの聞いたら、うん、面白いんじゃない、みんなに聞いてほしいと思って、それあ、そういうとこで見つけてくるんだ女の子って思って、この前ゴッドタン出た時 の,、うんうん、あの打ち合わせの時に、うん、おぎやはぎさんとかに、うんうん、佐久間さん太ったよねみたいなこと言われていや、これでも痩せたんだよって言った後にでもね、やっぱ秋元さんの付き合いがなくならない限りはね、痩せらんないって言っててものすごい美味しいものを食うのにいろんなとこ連れてかれてみたいな、
平手さんがお正月にちょっと、うん、食べいっぱい食べたのかなっていう時期はそうだったのかな、うん、ああなのかもしれないですね、うん、分かんないけど、うん、僕は本当に接点がない人間なんでそんでも美味しいだろうね秋元さんに連れてってくれる美味しいところ絶対美味しいでしょうねこれは痩せらんないだろうなっていう、うん、無理ですね。ゾックは戦場名言だったな西井さんのゾックは戦場アポカリプスはオアシスゾックは戦場ってあんなに分かりやすい表現でことたにカティさん楽しみすぎる。結構頑張ってたと思いますよね、うん、すごい作戦頑張れてた。そう言い換えがもうちゃんとできてたしそう、うん、この単語は言っちゃダメでっていうのを全部教えていって、うん、そうよくできてた、うん、でもやっぱ面白いから、うん、カティの面白さで、うん、引き出せなかったらまあ芸人の手腕不足だなっていう開き直り開き直りでおもう行ってください、ね、はいはいはい、うんうん、お尻の匂いを嗅ぎ合う犬みたい。ゾック野生の群れ。ムツゴロウ。ムツゴロウ。カティアニから DM。カティアニも一回見てみたいですけどね。会ってみたよね。どれぐらいのビジュアルなのか。私は見たことありますよ。おう結構なすごいでっかい魚を抱えてるこういう写真とか。うん、釣りがすげえ上手くて、うん、釣りで有名で中国のなんかでっかいポスター。うんバンってその中国の109みたいな感じのとこに兄ちゃんドーンって乗ってるらしいです。セコちゃんがいなかったらカティ絶対アイドルできてないよなって思う。でももともとまあもともとやってたんですよね。やってはいますね。どっちかでやってて、うんうん、ね、その時代の話が最高でしたね。そうですね。あんなオンエアできねえよっていう話をあそれしたんですね。ずっとしてましたよ。そうですね。バカなのって話を。テレビわかってるって話をしました。ゾックってチェキのルールとかないんですか？なんか最初その彼女が指噛むよとか言ってたんで、うん、あの胃腸炎になるからやめろって言ってましたよ。あの、はい、指噛み始めてから急激に風邪をひくようになって、であのやっぱ指って雑菌すごいんですよね。そうで後ろでこう私が見張り始めて、うん、彼女はやめてくださいはいファンの人がちょっと注意する係とかほっとくと噛みそうな。なんかね、みんなでもやっぱ人好きなんで、うん、くっつきすぎがちですね、はいはいはい、女子が多いんですか？うーんもう顔すごい可愛い子ですね。ロフトフェスで見てて思ったのやっぱり女子率の高さと、うん、いますね。ね男の人もまあ面白い人いっぱいいますけどね。聖子、うん、ちゃんはゾックにもっと出ないのですか？それはまあね出れる時は出る、出れる、そうですね出れる時は出れるって感じ。油性やめたんだよ最近ね、うん、油性ペンね推薦になったんですか？そういうそういう話じゃない、ファンが見かねてくれたんですもうサインペンやめてくださいってくれたんです。アイライナーとかくれた。アイライナーとかくれた。眉毛のやつとかなんかインスタライブ見てくれるっす。あやっぱ女子がファン多いていいですね。そうですね、うん、ペンは絶対肌悪いんだよって。そう。カレンちゃんにも書こうとしてた。そうなんだ。急に重いのが、闇からどうすれば抜け出せますか？あの遮光カーテンをやめるっていうのが、遮光カーテンをやめるっていうのが私が抜け出せたのが遮光カーテン、ね。どうしてもね、家は遮光カーテンが僕も好きで、うん、ね。世の中の光とかに流されない、うん、自分の生活を保つにはと思ってましたけど、日光浴びないと人はやばいっぽいですよね。そうなんですよ。しかもなんかあの壁を赤と青にしてたんで、うん、私がそれも良くないらしいですね。興奮と冷静が順番に来て良くないみたいな、すげえダメな部屋に住んでた時が一番病んでましたね、うん、だから部屋をちょっと模様替えしてみるっていうのはいいかもしれないですね。ね、うん、僕が病んでる人に毎回言うやつですよ。とにかくね、あの早起きして散歩するとかで、あの直射日光浴びるプラス運動、運動、うん、あの犬の散歩とかでいいから、うん、なんかした方がいいっていう。運動は本当にあの脳が使えますからね、うん、そう、バカになるとバカになるんですけど最低限の運動と日光です、うんうん、まずはカティのアロンアルファ話好き。どれだろう、どれだろう。今はマッキーじゃなくてコピックにハマってるっぽい
デザイン学校かってちょっと200円ぐらい上がりますよ。生活が潤ったのかな。なんだろう、世界堂で買ってんの3倍の値段しますかね、マッキーの。コンビニじゃないぞっていうね。いいペンになっただけじゃないかって。いい話だな。反省ツイートめっちゃ可愛くて涙出た。可愛かったよね。カティとカナミルのツーショットめちゃくちゃ最高だ。あれいいよね。わかるわかる、カナミルの中の、はい、うん、息子を、うん、おやすみホログラムのね、カナミルさんという保育園に送りに行く下の、うん、なんかその近くの薬局みたいなところで、うん、なんかすごい金髪のヤンキーに、うん、おむさんお疲れ様ですって言われて、うん、誰か全然わかんない、お疲れって言って30分後ぐらいに、うん、あ、カナミルだ。多分すっぺんのカナミル。カナミルさん最高なんですよ、チャリこうやって乗り切っておむさんお疲れ様ですって言われて、全然わかんねえなと思って、いたかなと、カナミルでした、はい、大好きなんですよ。いいよね、うん、確かに似てるとこありますよね、ちょっとあの、うん、ちょっとつん、うん、デレっていうか、はいはい、シャイっていうか、うん、シャイなとこが、うん、不器用だけど悪いやつじゃないっていう感じ。いいやつ。大梅さんはヤンキー成分あるの？でもなんか ピーズっぽいというか、多分進学校ヤンキー、あの仲間いない、はい、進学校でものけもの、ヤンキー界でものけもの、アホ不足、そうあれです。完全にあれ。矢口新曲の話して。矢口さんの新曲、あれは配信できるんですかね。できますか。まだまだ小声で言ってる。できるんじゃないかな。ああ、楽しみですね。ぜひとも皆さんに聴いてほしい曲なので、素晴らしいです、うん、はい、あれを聴いたら さらにね、ハロータが大森さんを評価してしてくれるといいな。うん、信用できるぞっていう。いい、ね、そんなしてくれ、別に信用してほしくてやってるわけじゃないから、楽しくてやってるだけだから。ゾックの接触ほんとすごいベタベタくる。やめてください。、うん、朝日奈央さんはまだ無理ですか。どうなんだろうね。人気モンスターだと思います、ね、まだやってるみたい。まだやってるみたいですか、はい、大阪の番組があるせいでここには出れない、うん、あ、なるほどね、という事情がありまして、かぶりずっと出てほしいんですね、うん、カティ出てほしい、ありですけどね、うん、全然いつでも。いつでも矢口さん呼んで、ザナイトあるけど、これもね、本人に直接交渉を、あ、うん、してますよ。矢口さんもすごいですね、やっぱトーク力とか本当ね、勉強になりますよ、すね、うん、あ、天才だ。あの、厄介な人のいじり方とかバランス感覚、すごい、全然知識ないのにこれ以上ダメだみたいな見分け方が本当にちゃんとできる人で、ね、天才的。自分をちょっと下げて立てるじゃないですか、うんうん、はいはい、あの感じとか、うん、本当にすごいですよね。この前の火曜ザナイトでね、吉田豪ね、企画第2弾やった時に、うん、わざと厄介な子たちを集めた時の、おうおう、あ、あります、ね、もうね、すごい大盛り、あのね、いじり方が完璧で、うん、うん、そう、すごい、全てが期待通りになった。なんか矢口さんじゃない人が強くやりすぎた時のフォローとかも完璧なんですよね、うん、はいはい、素晴らしいです、うんうん、完璧だった。すごい、ね、アイライナーとタバコの差し入れ。アイドルにタバコの差し入れって文化がまずないですからね。ファンにもらったいつも言ってもうバンドならわかるけどね。面白い。ゾックの女歌特典会の前に化粧直ししてて、その文化に衝撃だった。あー、わー、そうなんだ、私も今衝撃を受けましたんですよ、セロトニン大事、ね、遮光カーテンだわ、遮光カーテンだがすげえ多いでしょ。それだよ、みんな捨てましたよ、僕遮光カーテン。捨てた方がいい。それだけで治るから、うん、ちょっとね、薄いカーテンにするだけでもだいぶ違う、全然違いますね、うん、遮光カーテンラブ、うん、本も日焼けするしみたいな感じで遮光カーテンだったんだけど、ああ、そういうことですね、そうそうそう、うん、カティがまたインスタライブで鼻ほじってたよ。でしょうね。でしょうね。でしょうね。カティの影響で鼻ほじっちゃうんだ。カティゴッドタン見ないでって言ってた。なるほど。300円ぐらいの。あのファー、
あの裏話で二人してどれだろうってなるの意味わかんない。どれだろう、うん、そんなわけで、うん、爪を接着剤でつけてる話。あー、はいはいはい、はいはいはい、なんかね、いつも落ちてるんだよね、カティの爪。どういうことですか？ステージとか。どういうことですか？スタジオとかになんか付け爪を、うん、アロンアロファのボンド、木工用ボンドって言ってました。木工用ボンドはね、取れる。そう、で結構落ちてて、なんか汚ねえの、あ、カティの爪かみたいな、いつも落ちてて、うん、そう。木工用ボンド一瞬で剥がれるやつじゃないですか。すぐ剥げますね。たぶん、まあ、剥がれるから痛まなくていいと思ったんですかね。アイライン上げた女私です。次1万3000いった。すごい。はい。スピンの要。セネさんの妹とは何か話しましたか？すごい可愛いよね、妹。うん、まあ、彼女も可愛いけど。うん、新曲発売日、誕生日なんです。そろそろ告知ちゃんとしてきますか？あ、告知、うん、3月13日お誕生日おめでとうございます。3月13日ですよね、はい、うん、はい、大森聖子フィーチャリング道重さゆみさん、うん、で絶対彼女という、まあ、インディーズ時代の名曲、うん、名曲、名曲、素晴らしい曲です。名曲が、はい、うん、シングルとして発売されます。その中に平賀幸恵さん、今日の放送で出てきた、はいはい、あの鬼、はい、私が片思いをし続けている平賀幸恵ちゃんとフューチャリングした曲、あとボイドという、うん、はい、こちらも良かった、はい、私があの私がミネさんに歌ってほしいことを勝手に書いた曲、うん、ですね、うん、はい、それが3曲入りのね、はい、あ、もう入ってる、はい、もちろんすごい、まだかけれないですね、どれも、はい、まだまだ解禁されていない素晴らしかったです。3曲入りシングルが3月13日に発売されます、よろしくお願いします。はい、ツアー、ツアー、どれ、ツアーって声出してください大丈夫です、ツアーやるよ、でも日程発表されてないですよね、まあ、ツアーもやります、はい、はい、近々公開されるのでチェックしといてくださいアスカパラ、東京スカパラダイスオーケストラのトリビュートアルバムも3月18 3日同じ日にあの発売されます。スカパラさんがミネットさんと、うん、一緒に歌ってた知恵の輪という曲を私が、はいはいはい、ミトさんアレンジで、うん、クランボのミトさんアレンジで歌ってる、うん、これもあの大森聖子が歌うと意味変わるシリーズで結構面白い感じになっていますので、うん、ぜひチェックしてください。お前さんのトリビュート企画大体面白いですからね。そうなんですよ、やらかしてるっていう感じお前さんのドリカムとか最高でしたねあれでもすごい気に入ってくれます、ドリカムの方が、うん、一番って言っちゃあれだと思うんですけど、ツボってくれてます、まあね、あれぐらい作り変えてくれたら面白いですもんねこれ何、うん、みたいな感じで、うん、普通になんかねコピーみたいにするよりはそうですね別の生命が与えた感じの方が、はい、それはすごいいつも心がけて、はいはい、今で楽しんでいただけるかと思います、うんうん、という感じですか。ゾックの方はゾックも新曲が作ってるので出せるように頑張ります、うん、はい、うん、ライブもねいっぱいやってますので、うん、よろしくお願いします。思ったよりもやってますね、ゾックね。結構お前さん抜きで普通に稼働できるようなシステムがちゃんと、はい、うん、初対面でさやぴに恋人つなぎされてびっくりした。さやちゃん。しそうですね。さやぴのガチめんどくさい感じをあの目の当たりにしましたからね。ああ、本当ですか、さやぴ。あとで話しますよ。あとでぜひ。いいね、まあ、一番女の子的なめんどくささみたいな、ね。すごいですよね。はい、ちゃんとあります。うん、面白い感じであるから。すげえって。引退後のストーリー理解読んでほしい。来てくれたらね。会いたいですね。うん、私なおさんの大阪の番組って何かあったっけ？あるらしいんですよ。はい、ザナイトがあるからな、これ矢口さんですね。まあでもね、うん、近いしね、続けていけるはずなんですよ。なるほどなるほど。そうそう、全然。うんうんうん、矢口の謎の男気。デヴィ夫人呼んでほしいです。それはちょっとね、番組のテイストが違います。ここ確かにね、ロフトプラザに来た時は僕も見に来ましたけど。ロフトプラさんにデヴィ夫人がと思ったらお客さん20人もいないぐらいの。そうなんだ。そう、うん、急すぎたんですよ。あ、急な告知で
やばいと思って行ったら、あとね、うん、元文春の花田さん対デヴィ夫人という、そしてここでも話せないぐらいのデヴィ夫人の暴言に花田さんが素で怒るっていう、あんたそれはないよみたいな、ね、やべえ爆笑して、すごいすごいんだけど、衝撃受けてつぶやきたいんだけど、つぶやいたら僕も炎上するやつだっていうレベルのやばいこと言ってましたよデヴィ夫人本物だと思って、ね、後で言いますすごかった、はい、新潟のテレビでドスベリして号泣した酒井ひとみさんも、何それ最近の怪獣ナイトは就職だった、ありがとうございます、ね、あれ神回ありがとうございます。そんだけで、うん、もうね59分5時間ですよ、はい、やっぱね余裕ですね、2時間全然でした、足りないですね、足りないですね、うん一晩中やりたい、ね、飲酒しても変わんないって言ってましたけどね、一回飲酒でもしながらののんびりとか、あいいですね、それも、もうねゲスト1回限りっていう必要全然ないですからね、あ、ま、た次々とアンコールでお願いします、ね、またいろんな人に出てもらいたいと思ってるので、うん、そんな感じで、うん、そうやっていけばね、あのゲストに困らないということに気づきました評判が良ければ何回出てもいいというそれがいい、思ったらゾック回してくださいゾックシリーズが、ゾックシリーズ始めてください考えていきます、お願いします、はい、カティがここに帰ってくるというのは感慨深いですからね、感慨深いですね、一番ここにいた人っていう住んでた人が来たよって初めてのパターンですよ僕がまだちゃんと自宅に住んでた頃の、はいはい、え今ここに住んでるんですか、今ここ住んでるんですよ、えそう、あもう家なんだここ、また自宅に住めなくなったんですよ、自宅のスペースがなくなって、あ自宅が人が、こっちのがスペースあるみたいな、そうなんですよ、自宅はもう人がいる場所じゃないです、たまに帰るたびに冷静、まあ、一回ここでそれなりにかた、あの僕のルールではまだ片付いてるんですよ、はいはいはい、ここに慣れちゃったから向こうに戻るたびに俺はここで生きてたのか冷静になるんですよ、これなんかニュースとかで流れるレベルの家じゃないかって片付けてもらう系の、そうそう番組とか普通にやばいやつじゃないのっていう、急に客観的な視点が入って久しぶりに戻るとね、そうなんですよ、そうなりますよねってなっているので、うん、はい、そんな感じでありがとうございました。次回は2月12日火曜日21時から、うん、ゲストは川村ゆいさんです、おアイドリング、そして僕はほぼ接点がないです、あら神原さん来てくれるかな神原さん待ってます、そんなわけでね、意外とアイドリングが多いというね、ねえ、はい、そんなわけで本日ありがとうございました、うん、ありがとうございました、いやー